もしもし。お忙しいです。すいません。いい、とんでもないです。はじめまして。そう、あ、ですね、放送の方の音を切っていただきたいんですけれども。大丈夫ですかね、こあ、れ。今大丈夫そうです。あ、そうそう、和道さんのこと、そう、前から知ってて、いつぐらいからす知ってごいる？なーって、こんなになっちゃったんだと思って。いつぐらいの頃ご存知なんですか？僕の古いのだと。いや、一番最初はわかんないけど、はい。そう、ニコ生で和道さんやってる頃から、俺ちょろちょろ見てて、ああ、ありがとうございます。あれすくて、うなちゃんマンと、そのなんかスカイプだかなんだか電話だな、ようわかんないけど、それでなんかそれ喋ってて、よく、そっから一気にバーンと来たから、すごいなぁと思の頃と比べると結構よくしてって。もらってますよね。なんか閲覧も多くなったし。いや、でも、あの頃もでも結構、でも、多かったっす、多かったっす、多かったっす。あ、でも、ニコ生で見ると多かった、多かった。ありがとうございます。え、誰すごリい、ス、すごいなぁ。世界の小沢さん、世界の小沢さん、世界の小沢さんは誰リスナーさんなんですか？いや、自分ないんですよ、そういうの。おー、放送結構好きなんですか？よく見る人は、そう、うなちゃんマンとか、あとなんか、なんだろう、中堅リスナーって言ったらいいのかな。まあ、リナリコはあんま最近見ないけど、まあ、全然名前知らないような人だと思います、多分あの人。おー、放送歴はもうどれくらいなんですか？見始めてから。見始めてから5年ぐらいですよね。ああ、じゃあ長いですね。長くないですよ、長くないですよ。あ、でも、ワドさんと、はい。多分、僕始めたら一緒くらいですよ、その配信も。多分そうです多よ分。ね。そう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 僕そうそう。が、5年生になって4年終わったところなんで、配信始めてから。ですよね。そうです、そうでですよす。ね。自分もそうですよ、そうですよ。ニコ生ですよね。ニコ生です、僕が配信始めたそうの。ですよね。やっぱりそうですよね。そうそうそう。だから、そう、自分も配信もやってたんで、そのニコ生で。そ配う、信やワーってドたさんの？す、そう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 、そう。え、なんて名前いで？や、その時は、小沢老一郎ですあ、わかんない。ね。わ かんない。だ、もう、だって、本当今もふわっちでも配信やってますけど、仮想配信者ですもん。配信者なんです前ね。から。配信者は配信者ですけど、そんなもう、和道さんとか、そんな、もう全然自分は目指してないですから。こんな大手さんとかなんて目指してないですから。なるほど。あ、でも別に僕大手目指してやってるわけじゃないですよ。あ、そうなんですか？全然昔からそうっすけど。あ、でも、和道さんでも本当、うなちゃんマンとのそのコラボ見てから、本当一気に来ましたよね。そうっすね、多分、うなちゃんマンが最初に凸かけたときに、こいつ可愛がってやれ、コミュニティみんな入ってやれって言ったとき、一瞬で240人ぐらい入ったかな。そうですよね。そう本当そう。一気に増えましたよね。一気に何増えま百し人った。て。そう、多分初めて凸かけたとき、そんな感じだったかな。ああ、そう。で、突で、何突でもいいって言われたから、なんでも全ちょっと疑問になったことがあったんですけ然。ど、お、面白い。配信だけで生活できるんですか？僕は配信だけで生活してますね、今は。すごいな。それがすごいよでも多分一部の人だと思いますよ。本当にどれくらいだろう。250人に1人とか、500人に1人とか、多分それくらいの確率だと思うけど。配じ信。ゃあ、まあ、今、ふわっちで枠全部やってる人の、本当にまあ、1割か、それね、それで言ったら。いや、1割もいかないです。でしょうね。そうですよね。1割なんで全然100人に1人だと思いますよ。ふわっち。100人、もっとか、200そうっす人よにね。1人とか。でもまあ、夢がありますよね。一発逆転できるっていうか、配信で食っていけるって。やっぱそういう、やっぱ目標っていうか、その、なんか自分のなんか、そういう、あれがないとできないでしょうね、その配信で、その生活していくっていうの。僕だってアでルきバないでイしトょうとね。か嫌ですもん。もう人に命令されたりとか、なんか、そういうふうにやるの、ストレス溜まるじゃないですか。だから、だったら、配信で飯食えたらいいなとか思って。まあでも、和道さん今日、まあこうやって喋る、まあ通話ですけど、話すの初めてですけど、ちゃんとしっかりしてる人だし、
ちゃんと事業計画書とか書けるんだったら、お金貸してくれる人いますよ。ちゃんとその、まあ、その人がお金出すから俺は何とも言えないけど、いや、ちゃんとそういうのしっ別にかりおできるん金だったら。借りる必要があんまりないっていうか。いや、じゃあ、その、もしなんかやりたいことがあって、あ、多分、金引っ張るのだったら僕超うまいっすよ、昔から。だって何もないのに、店。いや、やだな、その金引っ張るって久々に聞いたの、それ。全然金引っ張るじゃないですか。全然僕、だって何もなかった頃とか、店とかやりたいっつったら、みんな金出してくれたし。そういうのは多分得意だと思いますね、昔から。あ、でもやっぱそういうなんか何かがたけてる人じゃないとこうやって人集められないですよね、配信で。ああ、まあ、それはそうだと思いますね、僕も。なんかこう、やっぱり動物園なんですよ、配信って。だから、面白い動物じゃないと、人は見に来ないですよね。か、もうよっぽどもの珍しいあれじゃないと来ないですよね。来多ないと分思きっいます。と。見る側の人も飽きちゃいますもんね、本当に。もう飽きますね。やっぱでもね、いろいろ考えてるしね、和藤さんも。あ、若僕、いのに。考えるタイプかもしれないですね。結構、ガキの頃からそういうタイプだったんで。なんか、こう、ああでもない、こうでもないってやるタイプですね。偉いよな、でも。まあ、その配信って、まあ、職業って言えるかどうかわかんないけど、でも一生懸命頑張ってますもんね、いろいろ考えて、まあ、多分やっ人よりて。も10倍ぐらい努力してると思いますよ、配信に関しては。それをその口に出さないで、そのやっぱり動画で見せてってやってますもんね。ああ、いや、まあ、全然口に出して、全然口に出してます、僕は。あ、いや、僕、そのワードさんの放送最初から最後まで見たことないんですよ。その部ほうほうほう。分部分見てて、ああ、まあすげえ、でも頑張ってるなと思いますよ、やっぱり。ありがとうございます。初めの頃から知ってるから、ああ、まあ、そうですよね。昔の昔知っの。てるから、すごい頑張ってるなとは思いますよ、本当に。本当に何も考えないで、ベラベラ喋ってるわけじゃないなとは思いますもん、始まって。本当にそれだけは思う。ありがとうございます。でもやっぱうなちゃんまに目かけてくれたことだけある、やっぱあったんだなと思いますよね、今となってみると。あ、まあ、ありがたかったですね、あの当時。本当に、カッソカソだったんで、うなちゃんまんの一声で、リスナーさん、そうやっぱりでボカンと増えたんで、やっすぱ、よね。そうそう、ほんと鶴の一声じゃないけあ、ど、そうそうそう、もう鶴の一声状態ですね。ほんとそのちゃんまんと喋って、わ、ちょっとこいつ結構面白そうなやつだし、いい子だから、みんな、なんか、これ、なんか、コミュニティ入ってくれやつって、本当に何百人ですもんね、そうそうっす。一瞬で。あれは本当ありがたかったですね、あの当時。あれ、和道さんって、どの辺の方なんですか？僕、新宿に住んでます。あ、そうなんですか。僕、歌舞伎町で飲み行きますよ。あ、そうなんですか。僕、よまあ、く。配信とかやらないですけど、歌舞伎もし町、タイミング合えば、ぜひぜひ。お酒飲めるんであれば、ワードさん配信してもらって構わないんで、キャスバー、行きましょうよ、タイミング合えば。ぜひぜひ。そういえばキャスバーって、あれ、時間でいくらなんですか？時間変わったんですよね。1時間1000円かな。で、プラスチャージ。安っ やっぱそうですよね。だけど、飲み放題のメニューが変わっちゃって、なんか、美味しくない飲おみ放酒っ題ていもあうるんか、だ。そう、飲み放題のやつが1時間その1000円なんですよ。じゃあ飲みの放題のあるんだったら、ちょっと飲み放題勝負しましょうよ、それ枠やって、ワードさんの枠やっ僕、お酒全然飲めないっす。て。じゃあ、ワードさん、これお酒ですっつって色ついたなんか飲み物飲んで飲めばいいんですよ。ウー俺、ロン茶ちょっととか。飲めないけど我慢するよって、それジュースだけど、ちょっとこれちょっとさ、まあ、ブルドックなんだけどさ、俺飲むよ飲めないけどって言って、それに似たようななんかジュース飲めばいいんですよ、そんなの。言わなきゃバレないんだからさ。言わなきゃバレないですね。あの辺なんだ。俺結構行きますよ、俺。月に2、3回とか歌舞伎町で飲んでますよ。ああ、そうなんですか。東京の人っすか。今は、千葉まで飛行機引っ越してきちゃったんですけど、先月、あ、じゃ6月、5月までか。5月までは都内でしたね。そうなんだ。もしよければ行ぜきひまぜしょうよ、ひ。タイミング合えば。タイミング合えばぜひ。じゃあ、キャスバーってそんな高いお店じゃないんですね、じゃ全然高くないです。あ、でも、ショットだと1杯800円、900円とか、まあ普通のバーの値段はしますけど。あ。ああ、
あ、まあ、ショットもあるし、飲み放題もあるし、みたいあ、な。そうです、そうです。ああ、楽しそうですね。ただ、じゃあ、いろいろなんか、ためになること聞けたんで、はい。ありがとうございます。そう、もし、ワードさん、なんか、何にもなんかやることねえなってなった時、なんか、企画とかあれば、今、裏でちょっと台本組んで言ってくれれば、僕台本楽し全そ然うで組ます。ないです。僕台本組まないです。放送中だと、これ。これ言っちゃダメだあ、いやいな。や、本当に組まないですよ、僕。冗談す、冗談す。冗談す、い冗や、談す。本当に組まないです。台冗談本す、冗嫌い談なんす。で。まあ、でも、空いてる日あれば、全然。まあ、ちょっと昼間は、ちょっと二つ、ちょっと仕事やってるんで、大変で仕す事っね。ていうか、まあ、バイトっていうか、手伝いっていうか、やってるんで、それ合間縫っで、て。時間、タイミング合えば、ぜひぜひ。全然歌舞伎町行くんで、はい。よろしくお願いします。お願いします。すいません、なんか、ちょっと長々と。いい、とんでもないです。ああ、でも、もう本当なんか、最初から知ってる人なんで、嬉しいです。それは頑張ってやってくれてるっていうのがすごい、みんなも元気もらえてると思うんで。今後ともよろはしくお願いします。い。こちらこそお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼し失礼しまます。す。はい。世界の小沢さんでした。ありがとうございます。いい人そうだったね。なんか、すごい古い時に多分見ていただけたんだね。サボちゃん、いらっしゃい。ジグロちゃんいらっしゃい。ジグロちゃんいらっしゃい。台本嫌いですね、僕。台本やるぐらいだったら YouTuber やります。はい、ワドツー。台本大嫌い。風船ありがとね、舞ちゃん。ありがとう。誰からも来ないかな。まったり喋ってるか。こんばんは、あやちゃんいらっしゃい。おい、ロビさん、こんばんは。どうも。とつまちやってます。パパ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 
和道さん、今年の初めリスナー30人ぐらいだったよな。いや、全然ないわ。全然ないわ。俺ずっとふわっち来てから200安定だわ。200安定。たまたま30人とか、要は枠開いたばっかりとかだったんでしょう。全然200人安定です。この後の予定は凸を待ちますね。この後の予定は凸を待ちます。はい、バーガー10個ありざいっす、バカざいっす。ちょっとトイレ行ってくる。にゃこいらっしゃい。風船と、ハートありがとうございます。パフェか。
ああ、ごめんごめん。パッ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 
ありがとう。ありがとう。ふうせん、ありがとうございます。風船100個ありがとう。あざーす。よろしく。ありがとうございます。アイテムで遊ぶの今日は。寝てないの？いや、今日そうでもないかな。全然寝てるよ。全然寝てる。うん。はい、ワード2、マックイン。ワード2。ありがとうございます。Thank you。あれ、ありがとう。
来ないね、突ね、うん、町人は来ないね、なかなかね。ネタを仕掛けてこない。ネタを。これからのんたん来るの。のんたんのことはもう絶対に言わないから俺。のんたんとかもう知らないから。NG ワードのんたんにするから。待ち人来たらず。とんでもなく面白いやつが来るはずだから、エナタヌね、あいつ職人だからな、エナタヌ、もはや。エナタヌ、職人でしょ、うん。徹底してブレてないからね、もう。ニコ生の初期の初期の王道スタイルを徹底してふわっちに持ち込んだっていうね。有効さんいらっしゃい。エナタヌ見てると伝統芸能を見てるかのようだもんね、なんか。エナタヌの安心感、うん、俺出会った頃からもう4年経つけど一切スタイル変えてないからね。すげえよ、あんなブレねえやついねえだろ。逆になんであんな徹底できるのか分かんないもん。エナタヌブレないよね、徹底して。わさびとギターとわさびとギターを徹底してるからね。すげえよな、ほんと。うん、あと、髪燃やすやつね。髪燃やすやつ、うん。何がそうさせるのかっていうね。エナタヌすごいよね。いつ見ても同じクオリティでやってくれるから。安心感が半端じゃない。髪もおやさなくなったんだ。そいつは知らなかったわ。そいつは知らなかった。うん、ファンライブに持ち込んでる。ファンライブもやってるんだ。知らなかった。はいはいはい。おにぎりいらっしゃい。本職はミュージシャンだね。本職はミュージシャン。彼は。本職っていうか、まあ、ミュージックで食ってるわけじゃないけど、まあ、その、プロ目指してるの、ずっと。エナタヌは。ワンマンも行ったよ、俺。ワンマンどれくらい入ってたかな ?200 人くらい入れてたよ。結構ファン多いよ、エナタヌは。200人いたかな。まあライブハウスぎゅうぎゅう詰めって状態。あれはすごかったよな。配信やっててメリットありますか？お金が儲かる。
お金が儲かる。遊んでるだけでお金が儲かる。女にモテる。飯、フグとか、フォアグラとかを食ったのも、配信始めてからなんですよ。で、リスナーさんのおごり。メリットいっぱいあるよ。あ、リスワン10万なんだ。へえ、すげえな。ふわっちもそろそろ10万円ぐらいにしてほしいよね。安すぎるでしょ。こんだけ頑張って1万円とかも、それはなんかおかしなことになるよね。メリットはたくさんありますけど。逆に、リスナーやっててメリットあります？教えてください、リスナーのメリット。俺はほぼリスナーやってないから全然わかんない。花火ありがとう、ロービさん、花火ありがとう。おー、バーガー10個ありがとう、ロビさん。おー、10万ももらえるな、リスマン。すげえな。リスナーのメリット、ワクワク感。あ、神回に遭遇した時のテンションの上がり方はわかるな。俺、人生で2回リスナーやっててよかったと思うのが、金梅さんがストッキング被って電車止めた時、もう、ドゥワーってコメント打ったの、もう、下水顔で。もうずーっと、うわーってコメント打ったのが初めてと、あと、ふわっちか、キャスか忘れたんだけど、稲子が、コクンって酔っ払って寝そうになってて、椅子から転げ落ちる枠の時に、神回、この二つかな？この二つだね。あ、精神安定剤代わり。あれはね、フォアグラは何と間違えてたの？キノコかなんか食ってうまいうまいっつってたらそれキノコだよって言われたんだよ。タケノコか。前菜のタケノコ、フォアグラ食わせてやるってなって、アホアホメンが食わしてくれたんだけど、タケノコが出てきた前菜で。で、俺フォアグラが何かを知らないから食ってみたの。うまいっすねって、なんかこう食感がコリコリ、なんとも言えないっつって。いや、フォアグラってこんな感じなんだっつっても、アホアホメンなんか何言ってんだこいつみたいな顔されて。で、店員さんに、フォアグラってうまいっすねって言ったら、あ、いや、タケノコです。そうそう。タケノコね。あれは面白かったね。はずーっと思ったよね。あれ恥ずかしかったよ、ほんと。こいつフォアグラ知らねえのかよ、みたいな顔されてたの。まあ、自分の配信は客観的だからわかんないよな。客観的に分かんないっていうところはあるよね。あ、でも あれはだから共同作業みたいなもんじゃん。ロハコっていうそのモンスターがいて ロハコっていうとんでもないモンスターがいて、で、みどりさんっていう、その、くぐつ回しがいるわけですよ。とんでもないレベルの高い。で、そこの共同作業みたいな部分あったよね。俺がモンスター側に回るのか、くぐつ回しに回るのかっていう、その微妙なポジション。そう、クッションの役割だから、俺次第でどうにでもなるっていう難しいポジションを、みどりさんがこう、アシストをしてくれて、そこに乗っかっていったら面白くなったっていう。で、鮫島っていうそのガソリンが投下されて大炎上っていう、あれは奇跡の配信だよね。ザ配信っていう フォーエバーでしょ、ゴシャブ事件は。あれはフォーエバーだよね。
稲子が椅子から転げ落ちそうになるだけでこんなに面白いんだっていう。みんなで落ちろ落ちろ。椅子からコメントの念力でこう、ロアコじゃない、稲子を椅子からずり落とそうとするっていう。あれは面白かったな。あのキスは衝撃的だった。わかりる、すげえわかりる。っていうか、マジのマジであれだな、体鍛えてえな、ほんとに。マジのマジで体鍛えて。はい、Jさんはどつう？自分も和道さんの練習見たから、今日、今も毎日走ってる。えら！相当痩せたでしょ？あ、うつは抜け出したよ。バカ、あ、風船ありがとう。うつはもう完全に抜けたね。うん。体重90キロぐらいになってると思うよ。お腹やばいよ、ほら。ほら。やばくないこれ。これやばいっしょ。元に戻ったところじゃないよ。たったさ、もう10日、20日間でこんなに戻ったんだよ。20日で。こりゃやばいよね。もうか、体調悪いもん、顔パンパンだし。いや、90キロアウトでしょ、どう考えても。うん。あ、でしょ？やっぱ痩せるでしょ、運動。そう、絶対走った方がいいんだよ。ただね、一人で走っても面白くないから、なんかスポーツ的なのやりたいんだよね。そうそう。完全にもう分かってんの俺。運動しなくなったからうつの周期が出てきたの。なんか体を動かすのやっぱいいことだよ。外に出てないんだよね。とにかく太陽当たってないのもでかいし。やっぱね、その太る人ってね、なんだかんだ言って私太りやすい体質なのとか言ってるけど、そんな人間いないんだよ。絶対言うんだよ、デブって。私太りやすい体質なのって。水飲んでも太るのって絶対嘘だから。食ってるし、絶対に食ってるし、運動してないんだよ。よろずさんこんばんは。あ、まあ、うつは絶対運動関係あるよ。運動と太陽。うん、健康じゃないとダメだと思う、本当に。だから来月からジム通おうかなとかいろいろ考えてんだよね。ポジティブになるよね、本当に。運動はいいっすよ、やっぱ。本当、俺も運動わからない派だったからあれなんだけど、本当にいい。運動は健康になる、心も体も。うんとしか言えないでしょ。いやでもね、マジでね、痩せるとそのかっこよくなるし、俺かっこよくなったと思うもん、数ヶ月前よりも。やっぱね、自分の体見ててね、気持ちいいんだよね、その痩せたなっていうのが。サーフィン痩せるだろうな、すげえ運動量激しいし。わかるわ、サーフィンやったことあるんで筋肉痛やばいっすよね。てかサーファーでデブを見たことがない。あ、いるわ、俺のおじさんサーファーだけどデブだわ。いや、動いた方がいいよ絶対。
痩せて形に出にくいのが本当か、痩せて形に出てくる。達成感すごいよね。で、やっぱ、あ、体鍛えるとってわかるよね。その、心が整うし、見た目も良くなるしっていう、いろいろ。ミュールにウォーキングしろって膝壊しちゃったから言ってんだよね。ほんと。お前それ年取ってやばくなるぞ、つって。少し痩せただけでシュッとしたな、ワドさんと思ってた。今、デーンと。もう顔パンパンだもん。朝起きて重い。重い、体が。マジで。ワドさんやろうよ。サーフィン？あれなんだっけな、北野武の、なんか最初の頃の作品に、マキー、クロードかなんか出てるサーフィンの作品なかったっけ？てか俺、北野作品、初期の頃の方が好きなんだよね。ボクシングの話とか、覚えてないんだけど、すげえ良かったんだよな。ノスタルジックっていうか。サーファーの話あったよね、マキクロード。ヤクザもの全然面白くないんだもん。グネ野郎っていうかさ、キッズリターンか。あの頃の方が北の作品良かったよね。北のブルー使ってた頃。あ、っていうか映画マジで撮りたいんだよな。映画。で、俺考えたんだけど、アクションものやろうかなって思ってんの。映画って言わないで。これどう？ヒーローものやろうと思ってんの。要はゼブラーマンみたいな。マキは友達？マキって誰？あ、マキクロード？嘘？へえ。あの夏、一番静かな海。みんなでもやらないんだよな。分かってても体を動かしたくない。そしてパソコンの前。そう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 。俺映画撮りたいんだよ。カメラ買おうかめちゃめちゃ迷ってんだよね。どう思う？高いんだよ。で、俺、この前パチンコで4万負けた時思った。あ、カメラ買えばよかったと思って。貯金しようか、カメラ買おうか迷ってんの、今月。どう思う？みんな。カメラはアクションカムのソニーのやつ、もう目星はつけてるけど、6万すんだよ。高えなと思って。だったら、貯金してもっといいカメラ買うか、どう思う？みんな。カメラ欲しいんだよ、今。めちゃめちゃ欲しいの。アクションカム。でも、高いじゃん、6万って。だったら貯金しようかなとかも思ってるし。ちょっと。和さんならうまくやる？ちょっと迷ってるね。映画撮りたい、そろそろ。自分なら妥協は嫌だから貯めてほしいカメラ。欲しいカメラっていうか、アクション、そ、うん。難しいな。正直さ、だって、こんなのいらないじゃん。今のご時世。一人で映画撮るっつって。こんなのいらないじゃん。買う気はねえかな。で、今回その映画を作るんだけど、何をやろうとしてるかっていうと、のんちゃんに協力してもらって、全撮影をしてるところを生放送で撮ろうと思ってるの。俺が指示出しとか、だからリスナーからすると何のシーン撮ってるかわかんないの。で、俺が指示出して、はい、こことか、俺も出るから、俺も演技したりするんだけど、リスナーはそれをひたすら見せられるのよ。これなんだと。それをやりたいんだよね。で、編集すると、あ、このシーンだったんだ、みたいな。だから、ディレクターズカット版とかであるじゃん。よく監督が飯食ってたりとか、女優がなんか言ってたりみたいな。ああいうノリを生放送でやったら面白いんじゃないか、みたいなのはあるよね。で、一応、オファー出して新ヤッチョも出てくれるって言ってるからね。天性の才能か。安いのでもいいし。そう、iPhone、そう。iPhone で撮るっていうのも手なんだよ。逆に。今必要か、今いらないか。で言ったら微妙なんだよね。今いらないんだよね。
そう。絶対に必要ってわけじゃないんだよね。今いるか今いらないかで話をするんだったら。そこ難しいところだよな。そのカメラが良かったら面白いもん撮れるのかってさ、絶対間違ってるから。そう。絶対に間違ってんだよ。買い物って難しいって本当に思ってる。お金稼ぐよりもお金使う方が本当に難しい。むずいよな。おばさんばかりからモテるんだけど、若い子からモテる方法。俺、若い子からモテない、一切。ああ、綾香とか好きって言ってたから微妙か。どうなんだろうな。ていうか、モテなくていいんじゃない？映像向きだろうね。映像は自信あるよ、俺も。センスあるなって。旅配信で綺麗な景色をみんなに届けることもできるし、いいと思うけどな。買うっきゃねえ。まあ、ちょっと考えるわ。そう、4K のカメラで撮れるから、YouTube に 4K の映像で撮れるってすごいいいんだよね。ソニーのアクションカムなんだけど、めちゃめちゃ欲しい。めちゃめちゃ欲しい、ソニーのアクションカム。まあ、家電品だからね。パチンコは良くなかったね。まあ、でも、プラマイゼロなんだけど、プラマイゼロなんだけど、プラスの時に買っちゃえばよかったなとは思った。4K の動画で結構綺麗だし、手ブレ補正がすごいのよ。だから、正直、このウェブカムも切り替えられるから、使えるっちゃ使えるんだよね。アングル、そう、写真を撮るのもうまかったの、昔から。天性で。黄金比とかを自然とやってたの。その三分割法みたいなのとかあるじゃん。センスなんだよね、それって。で、何回言っても下手なやつは下手なんだよ。構図が。オバショットっていうジャンルがあるんだけど、バカチョンカメラで、おばさんが撮るこういうポーズになっちゃうやつあるじゃん。風景とのバランスがおかしかったり、おばさんの顔の表情とかわかんないみたいな。あれ、オバショットっていうジャンルなんだけど。やっぱ下手な人が撮るとオバショットになるんだよね。なんでなんだろう。あれ不思議だよな。いや、センスは自分でいいっていうのは分かってる。変な言い方なんだけど、センスはあると思ってる。で、物が描けないんですよ、僕。絵が描けないし、なんて言えばいいのかな。ゼロから作るのは下手なんだけど、持ってる構造を切り取ったりとか、レゴブロックが得意だったの、ガキの頃から。それはあるなと思ってたよ。マジで。秋が狙い目なんだ。秋でもいいかもしんないな。センスって何から生まれる？美的感覚なんだろうね、多分。こればっかりは。こればっかりは美的感覚なんだろうね。音が響くから冬もいいよね。構図はね、構図、空間をどう撮るのかって切り取りの作業なんだよね、多分。だから、インスタグラムに載せてる写真とかは結構、ワード、インスタ、出るかな。インスタグラムの構造を撮った時に、なんか、あ、俺センスあるわって改めて思ったね。なんか、自画自賛をしてるようでちょっと嫌なんだけど、これセンスなんだよ、本当に。例えばなんだけど、例えばやっていくか。例えばさ、
iPhone で撮ってる写真なのね。これって全部。まあ、本当は引きで撮りたいんだけど、ちょっと画角の問題で限界だったんだけど、こういうのとか、なんつうんだろう。これとかまさにそうだよね。このまがまがしさ伝わるっしょ、ちゃんと。伝わるっしょ。なんかこの自分の家の前の公園だから何でもないシーンなんだよ、これ。でも、なんかちょっと街歩いてて、あ、これ多分ホラー映画に使える構図になるなとかさ。わかる？世界観。ただの道路なんだけど、とか、あと、なんだろう。その、例えば部屋を映すのも、そのソファー、これが今俺が座ってる席なんだよ。多分ね、でもこういう風に撮れないんだよ、普通の人って。ただのソファー、いつも座ってるソファーとパソコン、こういう風に配信やってますよって配信部屋を映してるだけなんだけどね。なんかね、これが多分できないんだよね、普通の人って。あとまあ、こういうね、なんて言うんだろう。夜景か。都庁からの。だからカメラの機材が良くなったらもっと出力は、これが一番気に入ってるかな。これが一番気に入ってる。これはすごい撮れた時感動したもんな。これは職場の、あの喫煙所から撮ってる風景なの。これ撮った時感動したもんな、ちょっと。これ良くない？その、なんかエヴァンゲリオンのシンジ君が当時に殴られて上見るシーンみたいな。iPhone でもだから撮れるっちゃ撮れるんだよ。その、なんていうのかな。いい感じでしょ？センスなんだよ。やっぱりそこって。例えば新宿駅をこうやって撮るんだよ、俺は。これ新宿駅の、これはね、みんなが突末してるところなんだよ。要は右手に、なんだ、アルタのモニターがある。で、これ、この空の感じがかっこよくて、俺が好きなビルなの。すごいでしょ？だから、その iPhone でも撮れるんだよ、全然。ただ、荒いんだよ、画質が。画質が圧倒的に荒いの。だからそこ、あとこれとかね、これもすげえ評判いいよね。これお台場から撮ったんだけど、ここがそのお台場の海岸線になってて、ちょうど上の空と海の間隔を等間隔、真ん中で線引いてるのわかるでしょ？これもあれだね。あの iPhone で撮った、その海面めっちゃいいでしょ？だからね、これはね、もう勉強とかじゃないっていうのはすごい自分の中でわかるんだよな。あとこれとかもそうだよね。うん。これ俺が好きなビルなんだけど、なんかかっこいいでしょ？うん。そう。その iPhone でも、だからカメラの機材が良くなったら極端な話、のんちゃん撮っても綺麗になるからね。エロくない？これのんちゃんなんだけど、すっげえエロいでしょ？うん。だからそのエロスっていうのは、そのセックスとかじゃなくていけるんだよ。その、のんちゃんモデルになってもらったんだけど、これはちょっと微妙だけど、これとかはすごい肉感がすごいいいでしょ？エロスを表現できるんだよね、別に。うん。何でもできちゃうっていう。それはあるよな。うん。うん。そういうなんか、その、持って生まれたものみたいなものはあるっていう。そう、いや、エロと繋がってるんだよ、結局。こういうものって。極端な話、エロとすごい繋がってんの。曲線美だったりとか、その、構図の問題だから。だから AV の、その、撮影の仕方が俺は嫌いだっつってんの、そこの。あの、彼らが言うエロと、本当のエロって違うんだよ。うん。だからさ、俺、ぶっちゃけイケメンではないじゃん。でも自撮りイケメン風に撮ることができるって、その自分の顔の輪郭とどっからどう撮ればいいかを分かってるからなんだよ。俺、カメラマンをやってるつもりなの、あれ。この腕一本で。で、自分っていう被写体をどこまでよく撮るかみたいな。
だからあのイケメン風っていう、なんつうの、あのギャグが成立すると思ってるんだよ。あれカメラの技術なかったら痛いやつだからね、多分。うん。だからまあカメラはいいやつ買ったら、まあそこそこ本格的なの撮れるなっていう。あ、生命力か。生命力。ああ、面白いな。エロは生命力。ちょっと面白かったな。その発想はなかったね。俺は、そのエロスって、俺の中のエロスって、その、やっちゃいけないこと感っていうかね、死の匂いがするものなんだよね。だその対比にある生命感を数が出してきたから、ああ、それ、そういう発想もあるんだ、みたいな。マルキーニョスはどっち？俺はね、その、なんだろう、本当に興奮するときって死体を見るような感覚っていうか、だからスタンドバイミーって俺勃起するんだよね。土偶なんてムチの字で生命力の塊。俺はそっちじゃないんだよ。真逆なの。なんかね、死んでるような女が好きなんだよ。なんか死の匂いがする女に惹かれるっていうのは昔からある。生命感の薄い女？わかるかな、これ。だから肌黒いより肌白い方がエロスを感じるんだよね。まあ、カメラは、まあ、あったら、例えばさ、そのミニ四駆、ん？否めない。例えばそのミニ四駆の撮り方でも全然違うもんね、やっぱ。多分真上から撮ったり真横から撮っちゃったりすんだろうな。はい、いらっしゃい。で、なんか北野武が、その役者に演技の指導をしないって言ったのが、俺結構すごいと思ってて、あの人さ、普通監督って自分の撮りたいも、ん？どうした？いや、いらっしゃい。のんちゃん、LINE 見なかった？タリー使ってきて。俺の財布。のんちゃんもジュース買ってきな。足りる？で、なんだろう、その、映像を撮りたいね、ちょっとね。じゃあ、俺はね、本当の天才じゃないのよ。いやね、本当の天才じゃないんだけど、本当の天才に嫉妬するタイプなの。だから監督向いてるのよ。わかるの、自分で。映像向いてるって。あのね、本当の天才じゃないんだよ。どう考えても。でも才能がわかるの、俺は。こいつ天才だっていうのは。で、それを引き出すっていうか、本当の天才って伝わらないんだよ。もう何言ってるかわかんないの。で、映画って、どのフレーム、ちょっとごめんね、熱くなってきたから声が割れるけど、どのフレームで切り取るかなんだよ。その人を。要は、ドキュメンタリーの人がよく言うし、森さんのフェイクってまさにそういう作品なんだけど、サムラ・ゴーチをバッシングしまくったじゃん。だけど、サムラ・ゴーチってこんなに面白い人なんだよっていうのを撮ったの。要は、物の見方さえ変えて、映像さえ変えちゃえば、ファンなんて作れるし、アンチも作れるんだよっていう。あれはすごい勉強になったよ。要は、お前らの切り取り方歪んでねえかっていう。だからね、家出っていう作品を作ったの。予告編を1分間の。あれの V を残さなかったのは俺ほんとアホだよ。森達也さんだ。ありがとう。そう、森達也さん。バカ2個ありがとう。だ映像は勝負したいんだよね。本当に。だから俺思うの。YouTuber がやってるのこれ CM でしょって。CM の作り方としてはすごい上手いんだよ。彼らは。
ただね、CM を超えてないんだよね。なんとなくわかる気がする？今から撮ろうかな。あ、カメラは欲しいけど。親父のね、買い物、子供の頃教わった、ほら、小学2年生で親父と別れちゃったから、親父から授かったものって結構少ないんだけど、親父に言われた買い物の仕方で、3ヶ月経っても欲しかったら本当に欲しいものだよって言われたんだよね。マッシュポテトワード2いらっしゃい。あー、前から？で、今1ヶ月間ぐらい本当に本当に欲しくてしょうがないんだよね、カメラが。カメラ買おうかな。で、ウェブカメラレクチからもらったんだけど、レクチからもらったウェブカメラも、一回旅先でバグったっていうのと、これサブカメラなんだよ、実は。画質めちゃめちゃ悪いのね。だから、ウェブカメラどうしても買わないとなぁとは思ってたんだよね。で、ハンディ買っちゃうと配信に使えないんだよ。家雑じゃないと。旅配信で使えないじゃん。ただ、アクションカムなら、ウェブカムと同じ使い方できて、本気でやろうとは思ってるんだけど、本気でやろうと思ってるよ。ありがとう。ポカリ買ったの？ありがとう。本気でね。だから正直ね、台所で、まな板で料理してるだけで俺エロス表現しろっつったらできるもん。裸エプロンとかバカなことやんないよ。多分ね、それができないんだよ。普通のやつって。できないでしょ。アグークローよかったね。アグークローか。多分、まな板の、で料理をしてる後ろ姿からエロスを出せるかっつったら絶対出せないんだよ。俺出せるよ。要はね、カットの取り方ってそこなんだよ。俺、女の子ができないでしょ。多分ね、後ろ姿を撮っちゃうか、まな板でエロスを出せって言っても撮れないと思うんだけど、そうね、出せる俺は全然。その人のエロスを。だからエロくもできるし、逆にコメディーにもできちゃうのよ。それができると。写真の撮り方、写真でもできるもん。全然。ただね、編集とか物を作るとぶっ壊れてく自分がいるんだよ。どんどん壊れてくの。で、これね、みんなわかんないかもしんないけど、オナニーするのを別にバンになるから見せないだけであって、俺オナニー全然見せれるタイプなの。みんなが恥ずかしいって、うんことかも見せれるんだよ。極端な話。バンになるからやらないだけなの。で、俺ね、チンコ見せるよりも自分の作品見せる方が恥ずかしいってわかる？これ。これみんなにある感覚なのかな？そっちの方が恥ずいんだよね。わかる？映像を撮るのと見せる恥ずかしさって。すっごい恥ずかしい、俺は。作った作品を見せるのって、一番自分の裸の状態を見られてる気分。例えばさ、女優を別に置いたとしてもさ、撮り方で自分の内面見られてる気がするんだよ、それって。だから、狂っていく感覚わかるよ、そのクリエイターが。すげえ恥ずかしいっていうか。こいつ、この頭のいいやつに、過去に作品出したことあるの？っていうか、映像を作ったことは何回もあって、YouTube に、過去の YouTube に上げてたんだけど、俺がヘラって爆発しちゃったんだよ。ちょっとは恥ずかしいでしょ。いや、俺とセックスしたことある女だったら知ってると思うけど、俺、あ、のんちゃんに聞きゃいいのか。のんちゃん、俺、素っ裸で歩いてるよね、部屋の中。ねえ。ほら。俺、全然恥ずかしくないの。全然恥ずかしくない。俺、放送だから服着てるのよ。俺、裸だよ、ずっと。この部屋の中で。
本当に裸族だから全然恥ずかしくないよ。ずーっと裸。服は惰性で着てるの俺。だから服に関心があんまないのよ。うん、セックスするよりご飯食べてるとか、あ、俺それ全くその通り。俺だから飯雑好きじゃないの。人生万さんと感性一緒。食ってるところの人の浅ましさってすごい嫌だ。な、物を食ってるってすごく汚く見えんの、子供の頃から。あの、気心知れてる人は全然平気だよ。楽しいよ。ただ、人が飯を食ってるところを見るとね、なんつうんだろう。すごい嫌になるんだよね。うん。うん、作家の時は名前和道でやらないけどね。申し訳ないけど。全裸で寝てますよ、僕は。いつも。ほぼ。パンツ履いてる時もあれば履いてない時もあるけど、気分だね。それは、その、外に買い物行って寝たかっていう。風呂入って大体寝るんで全裸っすね。うん、昨日対人恐怖症で自殺したいと米しもうです。トツしてもいいですか？ああ、全然いいですよ。トツ待ってます。LINE の URL 踏んで、人生バンさんから、人生バンですってメッセージを先にください。そしたら僕が許可を押すんで、許可を押すと、トツがかけられるようになります。でもね、その、なんだろうな。本当に撮りたい作品っていうのはいくつかあるの。本当にこれ撮らなきゃっていう作品を2つかな。これは絶対撮らないといけないと思ってるの2つ。これはもう俺が生きたメッセージだっていうぐらいの、要はそのイメージで、今撮るべきはそれじゃないと思ってるの。要は映像の表現とか機材の磨きをやんないといけないと思ってて、自分の中で。テキありがとう。うん、テキありがとう。うん、うん、監督ナッツ、監督ナッツってなんだろう、うん、よいしょ。はい、もしもし。もしもし、はじめまして。人生バンさん。あ、人生バンです。はい、よろしく。よろしくお願いします。うん、昨日対人恐怖症で自殺したいってコメント打ったんだ。はい。俺なんて言ってた、その時。トツかけてきてって言ってくれました。でも私その時トツする勇気がなくってできなくて、はい、はい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 。おー、うん、あー、ありがとね、トツかけてきてくれて。あー、いやいや、とんでもないです。俺の放送ってどれくらい見てるの？昨日が初めてでした。あ、昨日初めてなんだ。はいはいはい、はい。オッケー。なんか精神疾患持ってる？PTSD と対人恐怖です。対人恐怖だ。 PTSD か。おー、オッケー、わかった。それ発症したのいつぐらいで、今おいくつぐらいなのかな、大体。今30歳で、30か。病院にかかり出したのは26の頃です。4年ぐらいか。はい、はいはいはい。なんで死のうと思ったのか。あ、なんで死のうと思ったのか。対人恐怖症で自殺がしたい。対人恐怖症はそこまで辛い原因じゃないんですけど、なんて言ったらいいんだろう。説明がすごく難しいし、私喋るの下手で申し訳ないんですけど。あ、全然いいよ、全然構わない、気にしないで、あんまり。ありがとうございます。なんか生きあ、で、私、生活保護なんですよ。俺も去年まで生活保護だったよ。全然偏見ないから。あ、本当ですか。それで、生活保護だから、働けないから、人様の税金でご飯食べてるから生きてるのが申し訳ない。生き続けていたくない、死にたいってなっちゃってます。なるほど。生活保護どれくらい受給してんの？
2年ですかね。全然いいよ。俺4年生活保護受けてたけど、今普通に食えるようになったもん。気にしなくていいよ。生活保護を受けてる間、和道さんは、うん。なんか、負い目みたいなものを感じませんでした？全くない。あのね、っていうのも、生活保護を受ける前にちゃんと勉強をしたから。自分が受けるべきか受けないべきかっていう。で、生活保護って何なのかっていうと、生存権って言って、人生バンちゃんには権利があるの。日本人だよね。日本人です。で、生まれてから買い物するときずーっと消費税払ってたよね。で、いろんな税金払ってきたでしょ。で、その税金は何なのかっていうと、納税の義務っていうのを果たしてるんですよ。わかるよね。で、わかります。その生活保護を受けるまでは働いてたんでしょ？ってことは勤労の義務も果たしてるし。で、義務を果たしてる人は権利を行使することが OK なんですよ。だってなんだかわかんないけどずっと払い続けたわけじゃん。でしょ？で、ちゃんと払ってきたわけだから、サービスを受け取っていい権利があるの。人生バンちゃんにはね。だから、病気の間、今、バンちゃんは死ぬことじゃなくて、なんで国が生活保護っていう制度を作ったかっていうと、あなたみたいに苦しんでる人を助けるために作った制度なのよ。それはとってもありがたいんですけど、私今生活保護を抜けたいんですよ。国のお世話にならないで、自分で稼いで生きていけるようになりたいんですよ。じゃ素晴ならいんしい。だったら自殺したいって思っちゃうんですよ。ちょっと極論かな。抜けたいっていう気持ちがあれば、絶対に抜けられるよ。だけどね、今働いても、多分働いても、心壊すだけだと思うよ。そうなんでです。しょ？だったてら、か、主治医からも今はまだ働いちゃダメって言われてるんでドクターすストよ。ップ出てるんでしょ？だから、もし、人生バンちゃんのやりたいこと、要は社会復帰して、お世話にならずに、やっていくことを考えたらだよ。病気を治すことが一番だよ。病気治すの一番難しいですね。難しいと思う。だけどね、今多分順番がめちゃめちゃになっちゃってるんだと思うの。めちゃくちゃになってます。で自し分ょ？の中でぐちゃぐちゃになってます。なってると思うんだよ。だけど、絶もう対なん大か丈夫手だ当かたり次第どうにかしなきゃってもがいてる感じでら。です。しょ？一回止めてごらん。周りの人が頑張れって言ってるような気がして、プレッシャーに感じるんだと思うんだけど、人生バンちゃんがなんで心壊れちゃったのか、結論を言うね。責任感が強いから。それは、頑張りすぎてるから、そうなっちゃったの。で、これ以上頑張ろうとするとまた壊れるだけなのね。わかる？だから、わか今りはま頑す。張らないことが大事なの。頑張らないで、1年ぐらいだらだらしてたら、自殺したいってなっちゃって、自殺未遂をしてしまったんですけど、自殺未遂は何回もあるの？いや、1回だけです。その時は初めてなんだ。住んでるの東京？都内？都内です。あ、そうなんだ。東京の西側です。西側の方か。焦らないことね、まず。で、死なないための生難活保しい護。ですね。難しい。なるほど。今働いてうまくいくと思う？自分で。私0か100かしかないんですよ。だから仕事始めたら、2週間はめちゃくちゃうまくいくと思います。でもその後にバタって倒れてすぐ辞めると思います。なるほど。それって、望みが叶ってるのかな？叶ってないですね。なるほど。なるほど。PTSD は聞かない方がいい？
掘り下げない方がいい？あ、いや、全然大丈夫であ、す。じゃあもしよかったら教えて。はい。PTSD は、うん。小さい頃からの、実の父親からの性的虐待と、うん。元旦那からの DV です。ああ、なるほどね。それは今の、その、病気とか生活保護につながってることなの？うん、直接的な原因なんだ。そうですね。うーん、なるほど。私、本当、友達もいなくてっていうか、自分から縁を切っちゃって、今、人と喋ってるのも久しぶりな状態ですごいどれくらいぶ手りとなかの？震えてるんですけど、あ、全然いいよ。精神科の主治医ぐらいとしか本当、会話してなくて。どれくらいの期間そういう状態なの？半年以上、ああ、甘い1よ。年。甘いよ。甘いですうか。ちのリスナーなんか10年人と話してませんっていうのはもう100人ぐらいいるんだから。それはもう日本語喋れなくなるだろうな。怖いな。そういう人たちの最後に行き着く放送が俺の放送って言われてんだから、俺の放送に来たのは運命だ。まあ、働きたいのは分かったわ。働きたいっていうか、自分にできることが何かしたいです。いいことだと思うよ。自分にできることを見つけたいんですけど、どうやったら見つかるのか分からなくて困ってます。分かった。人生バンちゃんがただ生きてるだけだとしよう。それでも自分のできることやってることになるから大丈夫。生きてるだけ、ツイッターで薄い絡みをしてる人からは、お前は生きてるんじゃなくて死んでないだけだってよく言われるんですけど。いや、それはね、そいつがそれを言いたいだけだからほっといていいよ。あ、そうですかそね。いつがそれを言いたいだけだから、そんなの別にどうもさ。あ、ね、基本的にはね、自分のために動いてくれるやつ以外信用しない方がいいよ。自分。行動してくれないで、ドヤ顔で言いたいことを言うやつなんか世の中腐るほどいるから。あ、俺も思った。なあ、もう作業所っていう選択肢はないの。作業所は、主治医に、あなたには退屈すぎると思うから、私は作業所っていう選択肢はないわねって言われましたね。って言われてるんだ。作業所に働くかどうか主治医が決めることじゃないから、あなたが働きたいって言ったら働けるよ。私が、一日だけ作業所の手前、なんて言うんでしたっけ、自立支援、なんだったかな。とにかく、精神病んでるような、身体に疾患があるような人が通うところに一日だけ行ったんですけど、ああ、合わないなって思って通うのやめちゃいました。B 型作業所？じゃないです。じゃ A ない。でも B でもなくて、ああ、自それは立支ね、援。それはね、多分ね、作業所じゃなくて、相性、なんか、グループワークみたいなとこをやったり、ああ、そうです、そうです、そうです、そうそでれはす。ね、もはやリハビリする施設じゃなくて、たまり場の施設だから、それはダメ。作ああ、業所とそっはか。別。そうなんですね。A 型作業所っていうのは仕事をする場所だから、A 型作業所に行ってみるのどう？A も B も一応調べたんで、知識としては頭の中にあるんですけど、A 型で時給800円とかもらうんだったら、だいたい月7万ぐらいもらえる。無理して時給1200円の昔やってたような仕事が昔何やってしたの？た時い給な。1200円で。昔時給1500円ぐらいで、ジム、パソコンにらめっこのジムの仕事ずっとしてました。なるほど。なるほどね。働きたいと。で、主治医はダメだと。働きたいっていうより生活保護を抜けたいですね。死にたい、死にたいって思ってる気持ちを消したいです。ああ。
やることなくて虚無感なんでしょ、毎日暇で。そうですね。うん、わ暇かるなのよ。がいけないんだなってすうん。ごい思います。で、話を聞いてる限りだよ。まだ出会って浅いけど直感なんだけど、あなたは必ず社会復帰できるよ。いろんな生活保護の人、いろんな、そうですか？できるよ。うん。ただ、今そのタイミングかって言ったら違うのよ。いろんな人から悩み、相談受けたし、生活保護の人、精神障害者の人。それこそもう本当にリスナーさんの中で50人ぐらいの相談を受けてて、で、それで社会復帰した人も見てきたし、そのまま今生活保護のままの人もいっぱいいるんだけど、あなたはできるよ。社会復帰、間違いなく。ただ、今それがあなたのためになるとは俺は思ってない。うん。自殺願望と生活保護が結びついてない。要因の一つはあると思うけど、俺そこだけじゃないと思ってんのよ。ちょっと言ってないことで自殺したい理由がまだあります。それ聞いてもいいの？放送だから、ちょっと放送に載せたくないです。OK。じゃあ、それはす今はい聞まかなせいん。わ。全然いい。そう。だから、生活保護イコールだっていう話は、俺は無理があるっていうのわかるのよ。話を聞いてて。うん、ちょっと今、ミュートにするから。ちょっと待って。この音をモニターできる。ちょっと、あーって言って。もう一回言って。これじゃ無理か。ちょっと待ってね。これを切るためには、今、あーって言って。あーって言ってるね。リスナーさん今、彼女の声聞こえてる？聞こえてない。今喋ってるんだけど、彼女の声聞こえてなかったら手あげて。聞こえてなかったら手あげて。完全に聞こえてなかったら。聞こえてなかったら手あげてください。ちょっと待ってね。かすかに聞こえちゃってるか。じゃあダメだな。かすかに聞こえちゃうか。どうしよっかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ミュート。OK。じゃあちょっとリスナーさん待ってて。ちょっとリスナーさん待っててね。OK。ちょっと喋ってみすいて。まもう一せ回。ん。もしもし。
じゃあマイク入れました。はい。俺はそういうことなんじゃないかっていうのも思ってたの。要は、そうですよね。で、つながったはつながった。でも、それでも、俺は結論は変わらないよ、やっぱり。死ぬべきじゃないと？死ぬべきか死なないべきかっていうのは、じゃあ、自殺何をしたの？オーバードーズ？血糖硬化剤を飲んで、え？何オー飲んバーだドーの？ズ。何飲ん？血糖硬化剤です。血糖硬化剤飲んだの？なかなかなオーバードーズね。まあいいや。で、いや、もう確実に死にたくて、血糖硬化剤を飲むっていう発想がすごいな。まあ、なかなかな、あれだな。まあいいや。極端な話を、俺死にたい人も何人も相談乗ってきたのね。で、俺も自殺未遂とかあるからわかるけど、本当の本音を言ったら死にたくないんだよ。人生そう万ちなゃんんでは。すよ。そうなんですよ。死で、にたくないんでし、すよ。そ逃げたいんですよ。う、とにかく今の状生き況るがのが嫌なだ辛いけだけなで。の。死ぬことよりも生きる死のにがたく辛いはことなでしい。ょ？でしょ？だから死ぬべきじゃないのよ。死ぬそうのはなんで怖いす。はのはよく分かっためはずちゃくだちゃし。怖いです。で、オーバードーズとか自殺未遂したなら分かるけど、本当に怖いし、自分の心が死にたくないって言ってるのは知ってるわけじゃん？で、その心に素直に従うべきだと俺は思うの。だって本当は体は死にたくないって言ってんだから、心は。だけど、生きるのが辛くなってるわけじゃん？死ぬことよりも。だったら生きることを変えればいいじゃん。変える？どういうふうに？どういうふうに？例えばさ、リンゴっていう、まあ、いいや、コーヒーって言ったつ、ここにコーヒーあんのよ。映像見えてんのかな？見えてないです。見えてすいない。ません。なるほど。じゃあ、俺今、缶コーヒーを手に取ってるんですよ。缶コーヒーっていうのは事実じゃん。今、俺が手に取ってるの見えは。ました、見えました。見える？缶コーヒーを持っ羽織っててる。ます？羽織ってないよ。映像の音をつけなあ、ければよか羽っ織らた。ないから。そう。で、ここにこれがあるっていうことは事実なんだよ。で、これを美味しいと思うか、まずいって思うかは解釈なの。そうだよね。そう。人それぞれによって好きとか嫌いとかいろんなことを考えるわけ。高いとか安いとか。で、人生バンちゃんが言ってる生きるのが辛いって言ってるのは解釈なの。世界はただそこにあるの。事実として。それが辛く見えてるのよ。だからバンちゃんが変われば世界って美しくなるの。いくらでも。そうなんですよね。本そう。当分かってるんですけど、自分次第っていうのは。だから、で、どんなに死にたくなっても、必ず乗り越えられるから。乗り越えられるっていうよりも、その不幸は続かない。続かない永遠に続くように思ってるでしょ？思ってます。そんなことは、理論上ありえない。なんでかっていありえうとないね、といいんですけどね。世の中っていうのは、すべて滅ぶようにできてるの。形あるものとか、すべて絶対に100年後、200年後、1000年後、1万年後って残らないんだよ。地球とか太陽ですら。で、その人生バンちゃんが今思ってる苦しいっていう感情すらも残らないから。今がどん底だと思いな。絶対にこっから上がるしかないから。そう見えてるだけなの。そうですよね。で、辛いって言えば、冷静な時にはそう思えるんですけど、冷静じゃない時には、ああ、もうダメだ、一生これ続くんだわって思っちゃうんですよね。一生思っちゃうよね。わかる。それは俺もわかる。わかる。で、もやもやするのもわかる。心がザーザーするのも衝動的になるのもよくわかる。俺もそれを抱えてるから。でも、それでも言うけれども、あなたはそうする。それで自ら命を絶つために生まれてきたわけではありません。あなたは笑ったり泣いたりとか感動したりとか、もっと五感をフルに使って人生を充実させて、辛いこともあります。今より辛いこともあるでしょう。正直。死にたくなることもあるでしょう。
だけれども、だけれども、あなたはもっと笑うために生まれてきたんです。楽しいこと神も。様みたいなこと言いますね。いや、神様みたいかどうかわかんないけど、あなたはもっと笑ったりとか泣いたりとかする機会があるんです、確実に。素敵な人とも出会うかもしれないんです。まだ30歳でしょ？もう30でまあ、ってもう感じ30でっすていけうか、ど。まだ30というかは解釈なのね。そう。あなたはこれから自分、正直ね、死のうとした人間ならわかると思うけど、命の決定権は自分が握ってるんだよ、最終的には。誰も止めらんないの。あなたが死んだら、死のうと思って死んだらもう終わるんだよ。だけど、なんていうのかな。誰かが生きたかった明日なんだよ。あなたが生きてる今日は。って言いますよね。例えば想像してもらいたいんだけど、あなたに大切な家族がいたとすると、大切に思ってる人がいたとすると、誰を想像するかわかんないけど、大切な誰かをイメージしてもらいたいの。その人が死んじゃったと、で、生きたかったと言ってるのに、あなたその横で死ねるのかっていう話なのよ。してないですね。だから、今すごく狭く自分の殻に内側に内側に入っちゃってるの。だから、入ってますね。そう、見えなくなってるのよ。そう、全部プレッシャーになるし、全部内側に、やっていくことになっちゃうから、少し落ち着いた方がいいと思う。働きたいのもわかる。理由も分かった。死にたくなる理由も分かった。でも、他人のことじゃなくて、もっと自分を大切にしてあげるべきだと思うよ。自分を大切にする方法がわかんないんですよ。自分を大切にする方法か。部屋の中に引きこもってんの、毎日。引きこもってます。何もしてない。コンビニ行って、スーパーに行って、飯買って、うんこ製造機になってんの？そうですね。3日に1回くらいコンビニ行くだけで。あとはずっと部屋の中で何やってる？寝たいときに寝て、起きたいときに起きて、タバコ吸ってるだけです。本読んだりしてんの？映画見たり？ネットやってんの？配信ちょろちょろ見てますね。本も映画も今見れないです。配信は誰見んの？これこれさんとか、なるほど。ジョニー・デップ船長とか。なるほどな。ねえ、今ね、多分ね、何々をやったら何々できるって単純に考えてると思ってんの。働いたらこうなるっていう未来を想定してるんだと思うの。で、それグッドエンディングなんだよ。人生バンちゃん考えて。今多分そうなると思い込んでて、そうしなきゃって思ってるでしょ。そうですね。俺はそうじゃないと思ってんの。悪いけど。そうならないよ。もっと時間がかかるし、もっと複雑な問題だと思ってんの。それ言ってる意味わかる？わかります。それくらい極端な考え方をおっしゃってるのよ。今は、ゆっくりでいいから誰かと関われるようになることとか、それこそ作業所で働くとかでもいいし、そのグループワークみたいなところに顔出すでもいいし、なんかのセミナーでもいいや。なんか誰かと飯食うとか、オフ会に参加してみるとか、これこれとかのね。人と関われないのに仕事は無理よ。そうなんですよね。余計辛くなると思うよ。だから、今は生活保護を受けてていいと思うよ。
今はね。ただ、もちろん今のままじゃダメだよ。寝て、食って、配信見て終わるわけだから、もちろんダメだよ。でも、なんだろう。やること見つかると思うよ。これから。見つかるといいんですけどね。で、お医者さんにさ、言われ、質問を変えなよ。多分言われたこと、そうですか、そうですかってなっちゃってね、働きたいです。でも今はダメだよ、そうですか。で、終わってるはずなんだよ。で、なってます、なってます。なってるでしょ。そうじゃなくて、私は今何をしたら働けるようになりますかって質問してごらああ、ん。聞いてみます。次の受診の日に。月何回通ってんの？毎週なんで月4回で月す。4回か。じゃあ、まあ、機会ある方だから、私、働きたいんですって、受診のさ、相談する時間、どれくらい設けてくれてる？先生。1時間とかは別に、私次第で1時間でも2時間でも3時ああ、間でも。いい先生だね。じゃあ、話は聞いてくれるんだ。いい先生です。じゃあ、すごいいい先生だから、本当に働きたいっていうことと、さっき俺に話してくれたことは、お医者さんに言ってる？先生に。ああ、言ってます。だその気持ちを伝えて、働くために今やるべきことを教えてもらいな。まず働くんじゃなくて。で、段階を踏んで、その先生の言う通りに続けていったら働けると。で、働いた先にあなたが望んでるものがあると。いう段階を組んでもらいな。そしたわから、りました。今やってることが無駄にならなく感じるから。生きてる実感を手に入れられるから。今何に手をつけていいか分かんないから、極端なゴールしか見えないのよ。何かを手に入れるにはさ、段階が必要だから。それをピックアップしなよ。わかりました。ありがとうございます。なかなかとすいません。死にたくなったらすぐ電話して。ありがとうございます。いつで本当もにいいしまから。すよ。いいよ。死にたくなったらね。おはようとか言ったら殺すかんね。おはようわ かメりールまとかいしらないた。から。あ、私死にたくなったと思ったら電話して。わかりました。いいよ。ありがとうございます。失礼します。じゃね。なるほど。まあ話聞いたけど、知りたくなる気持ちはわかる。仕事をしてないから生活保護だからっていうふうに言ってたけど、そうじゃないと思って。で、放送には話したくないことがあるって聞いたけど、それは辛いのはわかるけど、でも、それでも今はやっぱり、ちょっと違うかなっていう、お医者さんがドクターストップかけてるのは医者もバカじゃないから、あ、もう一個聞くの忘れたな。おう、医師のお疲れ。お疲れ。雑談主なのに雑談じゃ花火上がらんな。そうなんだよね。花火くんねえ、誰か。2時間経ちましたので、音楽を2分間かけます。今日ちょっと、10時間ぐらいわけやってるんですけど、花火3発ぐらいしか上がってないんで、苦しい生活できないです。花火ください。2分間音楽かけます。よろしくです。よろしく。初見さんいらっしゃい。アイテムタイムスタートです。アイテムよろしくお願いします。できれば花火ください。みーすけ、花火ありがとう。ありがとうございます。みーすけ、ありがとう。やばいんだよ、ここ5日ぐらい。売り上げがやばくて。はい、ねぼすけさん、風船ありがとう。あ、ハートありがとう。人生バンさん、ハート、花火ありがとう。ありがとうございます。メタル好きっていうかね、これオリジナルで作ってもらってる、世界で1個の和道の曲です。メタルのね、ギタリストが作ってくれた曲なんで。
にゃこハートありがとう。ありがとう。にゃこバーガープレゼントありがとう。ありがとう。好きなバンドはスリップノットとか好きかな。俺あんまメタルは聞かないかもしれない。ハードコアとかの方が好きなんで、メロコアとか。サクランボー風船2個ありがとう。コーン大好きだね。コーン大好き。ハート2つありがとう。はい。では、ご覧の番組は、アイテムをくれた皆さんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。でもまあ、死ぬのは良くないよ。死ぬぐらいだったら、誰かの役に立てると思う。本当に死ぬ勇気があるんだったら。死を経験したらわかるよ。かっこいいよね。リータンリードはどつ。本当に、死にたくなる気持ちもわかるんだけど、死んだらダメよ。あやー、風船ありがとう。リータンリード風船ありがとう。舞ちゃん風船ありがとう。ティキありがとう。生きることって苦しいことだから、アルベルト・ハインリヒさん、バガありがとう。生きることって本当大変なことだし、本当辛いことの連続なんだよ。だから笑えるって思えるようになるから、絶対時間が経ったら。そんな甘くないっすよ。本当に辛いっすよ。本当に地獄ですよ。でも見え方変えたら天国になるから、本当に。本当に。死ぬ必要なんてないよ。そうそう、生老病死だよね、本当に。なんだよ、いっちゃん。今日すごい長い。今日長いね、タラレバ息子さん。はい、トツかけてくる人は、トツ、全然どうぞ。いっちゃんダメよ、こいつに花火投げるなっていうのは言っちゃダメ。いっちゃんそういうこと言っちゃダメよ。頑張って生きねばね。そうだね、だいぶ配信してるね。今日は長いっすね。みんなギリギリっていうか、なんだろう。辛さを知ってたら人に優しくできるよ。絶対に。で、その優しさが誰かを救う可能性があるんだよ。そう思わない？もしさ、人生バンちゃんが今死にたいと思ってて、で、乗り越えたとするじゃない。何年後か。何年かかるかわかんないけど。で、同じ経験をするさ、同じ年齢の人が行ってさ、出会ってさ、その人のこと救えるかもしれないんだよ。送る言葉ですね。ちょっとお前おちょくってんだろ、お前。ちょっとおちょくってるだろ、お前。お前ニヤニヤしながらビール飲みながらおちょくってんの分かるから。お前ちょっとニヤニヤしながら、お前俺のことバカにしてんだろ、石野。ふざけんなよ、お前。お前こそ頑張れよ。お前が頑張れよ。お前放送、お前さ、家賃振り込まれた瞬間油断してさ、放送頻度減ってるだろ。そういうところがリスナーさんを怒らせるんだよ。
石野の放送見たいから頑張れって意味で6万円送られたんだろ、家賃を。なあ、お前は頑張れよ。お前6万円送られたんだから、なんで放送頻度減ってんだよ。お前頑張れよ。うん。うん。ビール飲んでる場合じゃないよ。俺見るもんなくて困ってんだから。月末にまた頑張るんだろうね。月末に絶対頑張るんだろうね。金がねえっつってね。減らってね。そしたら月末また飯食わすか。あいつと飯食うとうまいかんな。今のめっちゃ良かった。先輩に言われたら嬉しい。石野大好きだからね。うん、俺は石野の才能を信じてるし、可能性を信じてるから。そういう後輩は少ないよ。年齢下のやつで。うん、才能を持って生まれたんだったら、才能を使う義務があると俺は思ってるから。白水さん、生活保護の人かな？確か。生活保護で。俺と一緒で生活保護で寄り目の人だった印象がある。ただ、枠は見たことない。なんかね、白水さんっていう人が配信者で生活保護を受けてて、で、寄り目なんだけど、なんだっけな、リスナーさんからなんか DM かなんか来て、ワドを尊敬してるって言ってたよとか、ワドみたいに俺も放送で生活保護抜けたいって言ってましたよ、つって。うん。確か言ってたような記憶がある。白住さんか。その人で会ってんのかな？わかんないけど、俺は直接関わったことないから。俺は石野の可能性信じてるよ。あいつは、現代資本主義が生んだ悪魔だと思ってるから。ああ、全然、トツかけていいっすよ。全然、ウェルカムですよ。現代資本主義が生んだ悪魔、石野康介。配信で生活保護抜けましたね。はい、僕は。ただ、配信で生活保護抜けるっていうのは、現実的ではないですよ。うん、やめた方がいいと思います。僕にしかできないです、それは。僕だからできたことなんで。人にはお勧めしません。もちろんその間にバイトもしたし、作業所にも通ったし、いろいろ試行錯誤して今があるんで。俺は配信で生活保護を受けてる間、ずっと配信でプロになりたいってずっと言ったの。で、ようやく運よく形になっただけでさ、それが。毎日楽しいよ。すごい楽しい。充実してますね。はい。僕は生きててよかったっすね。で、誰とも会わなくなってたし、辛かったよ、それこそ。その生活保護の辛さと、あと、その、なんていうの、配信、夢を追っかける辛さ、二重で生きてたから、毎日減らってたよね。常軌を逸してる状態だよね。生活保護で夢を追いかけるんだよ。クレイジーすぎるでしょ。まださ、
働きながら夢を追いかけるとかでも辛いのに、うん、生活保護だけでも辛いのに、ド底辺でドマイナスから夢を追っかけるっていうさ、クレイジーな選択したから。気違いでしょ。でも俺はトライしてよかったと思ってるけど。毎日自分ならできるって自分に言い聞かせてた。何が楽しくて生きてますか？何が？楽しいものって理由あんまないっすね。ないっす。毎日ワクワクして、毎日ドキドキして。プロフィールページに書いてあるんですけど、好きな人と好きなことを好きな場所で好きな時に好きなだけやると。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。それしかやんないっす、僕は。在宅ワークも全然あるし。生活保護って世間一般のイメージほど楽しくなんかないよね。全然地獄っすよ。ほんと辛いっすよ。飯行こうよって誘われても行けねえんだよ。1日毎日500円以下だったね。夜な夜のスーパーに行って、お惣菜あさって割引の。で、なんかコロッケとか2個とか食ってたけどね。あと朝マック。コーラ飲めないの。朝マックの100円マックのソーセージマフィンコスパいいから、あれ腹たまるんだよ。食ってる、うまいし。あれ2つ買って朝食って、水飲みながら。今なんか何も考えない。だからジュース飲むのも手が震える。本当にジュース飲むの手震えるもんね。缶ジュース買うと罪悪感があるんだよ。缶ジュース買うと食費がとかさ、それくらいギリギリだから、来るよ。それはどこでも来る。抜き打ちで検査っていうの。それは義務だから。辛いよ。友達に飯誘われても行けないし。どん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 その自尊心が壊れてくのね。だから人と関わるのが怖くなってくるのよ。今平均でどれくらいお金使ってるんですか？先月はだから50万使い切ったよね。先月は50万使い切ったよ。だからまああったらあっただけ使う。その分稼ぐっていう。逆に追い込んでるね、今。使う必要ないじゃん。正直。でも使わないとお金がないっていうプレッシャーが今ないんだよ、正直。だからプレッシャーかけるために使ってる。ゴチバトルなんてできないよ。マキティいらっしゃい。だからその、あと、そのやっぱ働いてないっていう負い目もあるよね。だからそれもすごくわかるよ。でも、いいんだよ。人生いろんなことってあるって。みんなが大好きなハリーポッターも生活保護受給中に作られた作品だよ、あれ。みんな知らないけど。世界一のベストセラー作家って言われてんだもんね。あれは子供に絵本を買うお金がなかったの。生活保護を受けてて。だから子供に面白い話を書いてあげようっつって、子供に向けて作ってたんだよ。自分の子供に。そう。よろずさんいらっしゃい。そうそう、J.K. ローリングさんがイギリスで生活保護を受けてる時の作品だよね。配信者どうだろうね。まあ結構数多いかんね。いろんな人やってるから。みんなはさ、上の方にいる10人ぐらいしか見てないじゃん。ツイキャスでも、フワッチでも、ニコ生でも、上の方にいる10人、20人なんだよ。みんなが認識してんのって。でも下の方ガーってクリックしてごらん。今リアルタイムで268人いるんだよ。この中で名前覚えてんの多分10人いないと思うよ。だそういう世界だよ。コーヒー一杯飲む時間で書いてたんだよね。あ、そう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 、喫茶店でね。働いても働いてなくても全然良くならなかった瞬間あった。良くならなかった。あ、まあ、まあ、いろんな要因。でも俺は人だと思うけどね。人？本当に。本当の出会いは人生根本から変えるっていうの。本当の運命の出会いは、人生を根本から変えるって先輩に言われたことがあって。で、俺はやっぱ人が救ってくれたり人に救われたりっていうのを繰り返しだから、本当にそうだと思うよ。マルキンヒョス覚えてるよ。覚えてる覚えてる。大手配信者はまあ出てくるんじゃないの。てか、いつも言ってんだけど、配信会ってピラミッド構造の、こういう三角形のピラミッドがあるでしょ。大手っていう一部の配信者ってバーって下にいっぱいいるんだよ。過疎が。で、一部の上の方だけ閲覧を貯めてるの。
有名な人、ほんの一握り。で、引退したりとか、減らったりとか、抜けてくの。そうすると、下から、グッグッってパーツを埋めてく作業の。で、配信サイトが出来上がって、また新しいピラミッドが、フラットの土地ができて、そこでまた気づいていって、すごいやつが移行して、ピラミッドのマストリーゲームだと思った方がいい。俺はだから4年間ゆっくりゆっくりその空いた穴を埋めていったの。自分のポジション上げていったのね。うん。そう。人生人に救われるよね。うん。まあタイミングも大事だし。ただ一番大事なのは継続だと思ってるよ。だから大手配信者って呼ばれてる人たちってみんな継続してる人なんだよね。継続は力なりっていう。うん。有名になるために犯罪まがいのことに手を出す輩もいるよね。でもそういう人は落ちていってるよね、やっぱり。うん、世間様が認めないでしょ。うん、一時はわーってね、なるかもしれないけど。長い目で見たら持たないと思うよ。今はね、ピラミッドの、ピラミッド、配信会っていうでっかいピラミッドがあるじゃん。配信会っていうでっかいピラミッドがあって、その中の、500人に1人とか1000人に1人っていうポジションにはいる。要は、プロと呼ばれてる。要は、お金稼げるとか、有名であるとか、プロって言われる。そこのトップ上位、0.5% ぐらいな。配信界の 0.5%、トップ上位には入ってるけど、その中の一番下の方かな。うん。そんな印象かな。自己分析だと。うん。大手って呼ばれるか呼ばれないかのギリギリのラインが俺にいるっていう。昔ドカ X がいたポジションだよね。昔ドカ X がいたポジションが今の俺だと思ってる。中堅最後の砦とも言えるし、大手の一番下とも言える。どう？メリンコいらっしゃい、ワドツ。リュウヤさん、多分それ正しいポジションだと思うよ。自己判断としては。客観的に見たときにね。合ってるでしょ。ドカ X がいたポジションに今俺がいるんだよ。金梅さんじゃないよね。これか石川紀之だろうね。トップの一番上にいるのはこれか石川紀之だと思うよ。金梅さんじゃない。金梅さんはトップ10、トップ10に入ってる。トップ7だな。トップ7に入ってる一人ではあるけど、トップではない。本当の頂にいるのはこれか石川紀之だと思ってる。まあ、これだろうな。うん。生主はどうも思わない。うん、どうも思わない。合ってるでしょ。うん、だから俺は自分で大手って言ってないの。まだもうちょっと足りないと思ってる。もう一エッセンス。中堅最後だろうね。中堅で一番上は俺って言っても別に誰も文句言わないと思うよ。確かに。ただ大手かって言われると微妙ってなると思う。うん、俺はだから自分で大手って言ってない。うん、まあ、苦労、だから可愛い子ほど旅させろとか、苦労は買ってでもしろとか言うけど、まあ、若い頃にやるべきだよね。閲覧だけじゃないよ。やっぱりパワーあるよ。これ。石川紀之は、うん。ネットの王子が俺大手だと思ったこと一回もないかな。っていうか、まずネットの王子って誰かわかんない。配信見たことも噂に聞いたこともないから。うん。ネットの王子っていう人が大手かって言われたら疑問があるね。本人は大手だと思ってるかもしれないけど、多分誰も認めないと思うよ。自分の放送だけでしょ。そう、ネットの王子って人のリスナーしか言わないと思うよ。街歩くと実力差出るよ、配信者は。例えば自分が大手だと思ってる人と、まあ誰かと街散歩するだけでわかる。声かけられるから。俺金梅さんといるとすげえと思うもん。うなちゃんマンと一緒に歩くだけで凄さがわかる。街の人がガンガン声かけてくるから。キラキラしたみんな、キャーって言うから、うん。で、大手だと思ってるドレさんとかと俺が話すと、ドレさんもやっぱすげえなって言うもん。ワド君だよねって声かけてくれるから、うん。その若さで生活保護なんで受ける？年齢は関係ないよ。うん、年齢は関係ない、うん。そう、オーラとか、オーラって知らんだよ。オーラって周りの人が作るもんなの。本人が作るもんじゃないのよ。周りの人の佇まいとか目線とか気配りとかでオーラってできるの。そう。だから俺の周りにいる人が俺のことどういう扱いをしてるかで俺のオーラが変わるんだよ。うん。例えばさ、一緒に歩いてて俺が、和道さんですよね、サインくださいとか言うのを目撃したらすげえって思うのよ。
そういうもんだと思う。大体新宿、池袋、渋谷、上野とか、人が多い都市に行くと必ず声かけられるようにはなったね。和道だとか、和道さんとか。まあ、増えてる、じゃあ増えてる、昔よりも増えてるだろうね。昔よりも増えてると思うよ。もしもし。あ、もしもし。お名前お願いします。コロンでやってます。コロンさん、あ、ごめんね。放送の方の音量切ってもらってもいいかな。回っちゃうから、音が。あ、ちょっと待ってください。放送の音だけ切って。コロンさんね。もしもし。もしもし。切れたな。もしもし。突切れました。かかってきた。ちょっと待って。もしもし。もしもし、すみません、切れちゃいました。あ、OKOK。今大丈夫ですか、これ。あ、もちろん大丈夫ですよ。問題なく見れ。あ、大丈夫ですか。あ、すみません。いつも放送を見てコメントもしてるんですけども、ありがとうございます。ちょっと聞きたいことあって、聞きたいことっていうか、相談っていうか、相談？あれなんですけど、いいよ。なんか今、バツイチで、バツイチ。で、子供がいて、なんか、自分の中では、普通だと思ってるんですけど、なんか、肌からすると、ちょっと頭が、ですか？ちょっとコロ飛んンでさるんみたいがな。頭おかしいと思われたの？飛んでるって言われちゃってて、で、なんか、自分の中で普通だと思ってるんですけど、なんだろう、一回精神科に連れてかれて、で、なんか、いろいろ話されて、なんか、いろいろなんかいっぱい言われて、なんか薬も出されたりしたんですけど、それ以降、嫌で行かなくて、飲まずに、ほったらかしにしてたんですね。で、まあ、子供もいるから、なんだろう、下手に、なんていうの、できないっていうんですか、なんていうか、下手に、なんか、さっきの凸してたおじさんみたいに、なんだろう、自分で、まあ、ちょっと、あれ、違和感があって、病院に行って、いろいろとしてもらって、お国にどう見てもらうっていうのが、自分ができなくて。で、そういうので、なんか、どういう部分で踏ん切っていいのかなって思って、自分で。踏ん切る。なんだろう。なんか、子供が言うからとか、なんだろう。他の周りの目があるからとか、そういうのを気にしないで、ごなんめん、か、質受け問るがよくもわのかはんないん受けだるけ方がいいど、のかなとか。コロンちゃん、ちょっと待って。ちょっと待って。俺が今、なんかいろいろちょ、ちょ、話ちをょ、ちょ、吹っちょ、ちょ、飛ぶちょ、の。ちょ、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 
コロンさんから聞いた話って、私、バツイチ子持ちで、周りから変わってるって言われるんですよ。で、精神科にも一回連れて行ってもらったけど、薬飲んでなくて、で、どう踏ん切ればいいですかって言われたんだけど、何の話されてるか全然わかんないの。なんて言うんだろう。子供が小学生なんですね。で、保育園の先生からも一応仕事一緒してるんですけど、足りない分とか、そういう部分では生活保護を受けた方がいいと、言われて、で、もしきついようだったら、仕事を辞めて、保護を受けるような形にした方がいいかもしれないっ誰に言われたの、それ。て言われたんですね。それを、小学校上がる前の保育園の先生とか、保育園の先生に生活保護を受けなさいって言われたの。そっちの方がいいって言われて、
離婚したりとかもしたりとかしてたから、うん。その時に。うそういうので、そういうでもありますよと。で、ん。だけど、市役所に一回行っおたんですね。お。うん。おお。でも、うちの父親がちょっと病気で、働けなくなっちゃって、治療中で生活保護を受けてる状態で。で、その隣に、実家が、賃貸で住んでる隣が実家なんですね。なんか、夜と夜って言っていいかわかんないですけど。で、それで、なんか、母子手当とかいろいろあるじゃないですか、私の場合は。母子家庭だから。だから、そういうのもあるから、実家に戻って、なんだっけ、生活保護を人に受けるか、生活をもっと頑張って豊かにするか、みたいな。ごめこん。とを市役所に言われたの。私自身は。市役所に何言われたの？で、なんか、自分一人だったら、なんか違う場所に行って、なんか、精神的にも、まあ、いろいろ働いたりとか、いろいろそういうのも辛かったりする時期あって、3、4ヶ月働かなかったりとか、そういうのもあったりとかした時期があったから、それだったら、まあ、受けれるものだったら受けたいなっていう感覚はあるん生活保護ですね。受けた働い。けな、うん。だけど、なんか、それを、なんか、まあ、まだ20、今、自分の年齢言ってなかったけど、20代半ばで、それをやっていいのかなとか、すんごいわけわかんなくて、ちょっと待って、だ結から、論を知りたいんだけど、生活保護を受けたいんだけど、どうすればいいかって相談？そういうのもある。そういうのもある。OK、じゃあ続けて。他のも知りたいから。ごめんね。話は違う。なんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんか、こういうふうな話が苦手で、なんかこう、わけがわかんなくなっちゃうタイプなんで、いいよ、いいよ、いいよ。ゆっくありちこに。ち、尻滅裂で飛んじゃうタイプだから、どうしようってなっちゃうみたいな。なんて言えばいいんだろう。とりあえず、20半ばで、バツイチ子持ちで、それは分か生った。活保護を受けようと思えば受けれるのかな？受けれます。受けれます？受けれます。受けれます？受けれます。それが、隣に実家があったとしても、別世帯で、生活保護を受けようと思ったら受けれるかな。受けれます。受けれる。受けれます。でも生活保護を受けたことによって、いろいろ、なんだろう。なんて言うんだろう、ああいうの。めんどくさいことになったりとかすることがない。めんどくさいです、生活保護は。めんどくさいです。めんどくさい。なんか、親が、まあ、病気でさっき言ったじゃないですか、受けてるって。で、親は生病活院保に行っ護受けたてりんとの？か、親は生活保護受けてんの？そう、父親が、大腸がんからの肝臓がんで、もうほぼほぼ終わりっていうので、ディティールはいいんだけど、受けてるの生か受け活、てないのかそおう、知りたい。受けてる。受けてる受けの？てる。だったら、世帯を一緒にして生活保護を受けることもできるし、世帯がもともと別だから、単独で受けることも両方ともできる。両方ともできます。受けることは受ける。そっちの方、どっちでも受け受けられるる。ことは受けれるか。受けれることは受けれる。で、受けながら働いてる人っているのかな？何？受けながら何？生活保護を受けながら、仕事をしてる人？いる。俺もそれいやってる。た。いるいる。いっぱいいる。それで、足りない、それを、まあ、月々10万とか稼ぐじゃないですか。で、10万稼いで、残りの分を、足りない分を保護で出してもらう。そういう発想じゃない。生活保護っていうのは、家賃プラス、一人につき、だいたいいくらって言ったらいいかな。7万とか8万もらえるって考えてもらいたいの。OK？ まず。家賃プラス、そう。生活費として8万円ぐらいもらえるのよ。一人につき。ね。で、稼ぎましたと。要は10万円収入があったでしょ。で、その収入が1円でもあったら申告をする義務っていうのがあるから、毎月毎月市役所に行かないといけないの。私はいくら収入がありましたって。わかる？そうですよね。宝くじ当たってもパチンコ買っても書かないといけないのね。
で、変換をするっていう感覚。よく惹かれるとか、間違った情報ネットに落ちてるんだけど、正しくじは、ゃあ、一回そもらっう、て、そ稼いだらそれをう、そう、返す。そう。で、返さなかったら犯罪になるの。詐欺罪になるから、それが俗に言う不正受給ってやつ。わかる？で、働いてる人には、ちゃんとメリットがあって、例えば10万円稼いだらって質問があったでしょ？その場合、3万円手元に残って7万円返還するぐらいの、感じ。だから生活保護プラス3万円残るっていう感覚。OK。そういうことか。うんうんうん。子供とかって言うんだけど、わかんないですよね。え？何？何？子供一人頭の数えじゃないですもんね。だって、それは0.5人前くらいの成人した大人人のですもん換ね。算大体。で、年齢にもよって、その8万円っていう額、細かい額は違うし、子供だったら子供で、例えば学校に行く費用とかもプラスでもらえたりとか、子供の食費とかもプラスでもらえる。給食費とか母子手当でも、母子家庭でも書いてる。そういうこと。そういうことか。世帯なんか主いなんろいだよろね。なんかちょっめとん待っどくて。さちょ、いのかちょ、なとか、いろいろ。世帯主は誰なの？今住んでるところ私。の。じゃあ敷地は別なんだよね、親と。今住んでるところは。OK。じゃあ、まあ、両方ともできる。自分で受けることも、親の実家に住んで、親と一緒に受ける。世帯で受けるもんなの。個人で受けるもんじゃないの。だから親が生活保護を受けてるんだったら、親と一緒にもらう。だから通帳が一緒に振り込まれるって感じね。ごめんね。ちょっとコメントに笑っちゃって今。なんとなくわかる。なんとなくわかる？ただ、俺は、生活保護はあんまりおすすめしてない。なんでかっていうと、抜けるのが大変だから。ぐだ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 だらだらしちゃうから。実際俺も抜けるのに4年かかってるのよ。和藤さん自身は計何年4年。受けてた感じなんですか？計4年受4けて年。た。だから、大変だよ。生活に制限が出てくるから。ですよね。なんか見てる感じでは結構いろいろ大変っていうイメージがあるから。でも月15万くらいで子供育ててるから、なんだろう、他のママ友っていうんですか、知り合いとかで、なんだろう、子供3人も4人もいて、保護もらってるってところもいて、そういうのを見てると、あーって思っちゃう自分がいて、なんか一生懸命働いてんのが、なんか、あれだなって思っちゃう時も実際は、こうはないから、働いてるのがバカバカしいと。っていう時もたまにある。だから一生懸命頑張って、まあ、時給900円とかの、っていう形で、朝9時から夕方6時まで働いて、とか、週5、6やっても稼げるのって15、6万だし、まあ、学歴がない自分が悪いのもあるけど、そういうのとかもあって、そういう、なんだろう、他の保護を受けてる方とかも見てると、なんか、まあ、言い方悪いけど何もしなくてももらえるって、すごい、あれだなって思っちゃう時もたまにあって。だからどうなのかなって、ちょっと、あんまね、詳しくは聞けないじゃないですか。他のママ友とかにもこういうのは、どうなのとか、なのとか聞けないんで、ちょっと聞きたいなと思って電話しました。なるほど。あんまりおすすめはできないかな。しない。やっぱ子供もプレッシャーに感じると思うよ。やっぱり普通の家庭じゃないんだ。小学そこ生なとんですか。よね。親にもそれを言われたんですよ。自分も、自分の父親がもうと、ある方年が行ってからの保護も受けたくなくて、もう最終手段みたいな感じでもらった感じだったんで、なんか子供がかわいそうだからって、自分の、私の子供がかわいそうだから、そういうのは良くないよと、と俺言もわ思れう。て、で、働けて生活できるんだったら堂々とできるわけじゃん。貧乏かもしんないけど。それは子供に伝わるよ。いつか。バカバカしいかもしれないけど、
親のその一生懸命頑張ってるところっていうのは、子供はいつか感謝してくれると思うよ。ですかね。ちょっと、そうですね。ちょっとで、頑張ってみようかな。生活保護受けてさ、楽だって思うかもしれないけど、そんな3ヶ月だから、体験者から言うと。さっきの凸聞いてた？本当ですか。女の人の。結局ね、要は働かなくても飯食えるけど、最初は楽しいのよ。働かなくていいやって。リラックスできるんだけど、でも多分気持ち的には多分1週間が限度だと思うんですよね。働いてるのになどうにかこうにか、なんか働かなかった月とかはありますけど、やっぱ精神的に結構逆にまた入っちゃったりとか、働くことはいいいことろいろだしたよ。こともあるから。社会とのつながりができるし、人とね、バイト先で友達もできるし、ママ友もできるし。でもさっき言ったようにさ、ママ友からご飯食べ行こうっつって誘われても、金なんかないよ。生活保護やってたら。ああ、ですよね。本当最低限の金額ですもんね。そう。生きていく上で最低限の金額しか渡されないし、それプラスアルファ3万円でしょ？働いてても。だからそんなに切羽詰まってないんだったら受けるべきではないと思うかな。今、で収す入よがどれくらいあるのかね。わかんないけどさ。最後の最後も、どうしようもなくなった人が受ける制度だから、あんまりおすすめはしないかもしんない。今、稼げてるんでしょ？ちゃんと。どうにかこうにか働いて差し支えなてかっまたすら、ね。どれくらい稼げてんの？食っていけるぐらいは稼げてんの？借金しなくて済むぐらいには。借金はめっちゃあるんで。借金どれくらいあんの？多分もうそろそろ自己破産しようかなくらいの勢いなんで。どれくらいあるの？180、200くらい？おお。20 半ばで200くらいなんで。とりあえず、そうですね。まあ、元定の時ですかね。結婚してる時でもからのもあったんで。そういうのを含めるとそれくらいあるんで、そう。だからとりあえず一回、今、ちょっと弁護士さんと相談しながら、その借金っていうそっのはち方面に持っていくっ何でていう。作っちゃった？生活費パチンコとかをやるわけではなくて？は、ギャンブルはやらないので、だけど、ギャンブルはやらない代わりに、アルコールの量がすごくて、自分が。アル中なの？みたいな感じなんですかね。わかんないけど、まだ寝れなかったりとか、っていうのがもう10代からずっとそうなんで、多分それの分もあるのかもしれないですけど、あとはまあ、元、まあ、生活保護にもしそれで受けるんだったら自己破産になるだろうね、そのまま。だと思いますね。弁護士さんとかつけ多て、そう分。いうふうになると思う。そういう人も多いからさ。まあでもね、働けるんだったら頑張った方がいいとは俺は思う。ですよね。そう。惨めだよ、やっぱ。辛いよ。ですよね。一生、まあ、ちょいず、まあ、仕事辞めるつもりもないし、なんですか。まあ、今のところは、できたいなと、もう思ってるんで、そうですね。とりあえず、ちょい頑張って、頑張りな。やっていきたいと思います。頑張りな。すみません。頑張ってると、周りが認めてくれるから、頑張ってるとき。人間って不思議なもんで、頑張ってる人大好きなのよ。頑張ってる人好きでしょ、あなたも。頑張ってる人をやっぱ応援したいと思います。でしょ？だから、だから頑前に張りな。も、和道さんのところに、私も投げれるように頑張りたいって。花火を？コメントはしたんですけど、やっぱ頑張ってる人を応援したいと思うそうし、だよね。頑張りな。
はい、そうします。すみません。ありがとうございます。とんでもない。ちょっと、ちょっと。本当はに、い、す本当みにません。さ、本当にダメになったら連絡してきなよ、また。もうちょっとはい、そうにっしちもます。さっちも行かなくなって。頑張れるときは頑張れた方がいいよ。じゃあ、おやすみ。すみません。はい。ありがとうございます。頑張ってね。失礼します。失礼します。はい。いろんな人がいるね。いろんな人がいろんな悩みを持って、大変ですよ。大変だ、生きるってことは。ファイトだよ。まあ、利息200で、まあ、バイトだって言ってたから、自己破産はした方がいいな、ちょっとな。自己破産はした方がいいと思う、正直。もっと強い凸したってなんだよ。いや、凸全然受けてますよ。凸かけてきてください。いや、生きるのは辛いけど楽しいよ。辛さをバネにしないとね。高く飛べるから。高く飛べるから、人間は。ちょっとじゃあ、時間も結構経ってきたんで、出席確認します。手挙げてください。出席確認します。まあ、20半ばだもんね。まだいけるよ。手挙げてください。金に執着がなさすぎ。はい、人生万さんいらっしゃい。有効資さんいらっしゃい、トールさんいらっしゃい、さくらんぼさんいらっしゃい、エールさんいらっしゃい、あやりんさんいらっしゃい、かくんいらっしゃい、さっきありがとね、ミュールいらっしゃい、にゃこいらっしゃい、みーすけいらっしゃい、ポンズさんいらっしゃい、石野こうすけいらっしゃい、ジェイさんいらっしゃい、ちよこさんいらっしゃい、さとしさんいらっしゃい、ゴンタさんいらっしゃい、あやいらっしゃい、かっちゃんいらっしゃい、スノップさんいらっしゃい、R さんいらっしゃい、達也さんいらっしゃい、ナイトさんいらっしゃい、山地さんいらっしゃい、ペコポコランドさんいらっしゃい。はい、ちょっと待ってね。もしもあ、し。お疲れ様です、かーくん。お疲れ様です。ういっす。あれ？さっきの人に言いたいんですよ、一言。さっきの人に一言言いたい。お母さんかな？どうぞどうぞ。もしもし？もしもし。もしもし。あれ？切れちゃった。切れちゃいました。どうしたんだろう。切れちゃったね。和道さん、そのような凸、今まで何回も受けてきたんですか？私無理だ。あやりん、わかるでしょ？俺はこれをプライベートで3年間ずっとやってたのよ。配信外でやってたの。だからもう勘弁してくれって言ってたの。これをもう放送に乗っけるときはいつでも受けるから、もうね、プライベートの時間なくなるのよ、これをずっとやってたら。こんなのもう50件ぐらいやってるよ。で、実際和道の放送のね、見て生活保護抜けましたっていう人もいるし、和道ありがとうって、私も、生活保護を受けてたんだと、実は。だけど、和道が抜けたのを見て、私も働かなきゃと思って働いたっていう人も3人ぐらいいるのよ。キリないんだよ、ほんと。ごめん、切れました。あ、全然いつでもかけてきてください、かーくん。電波の問題かな。だから、みんなにシェアすると。別に悪いことじゃないからって。生活保護受けんのも何にも。ただ、生活保護って楽するための制度じゃないんだよとか、精神障害持って苦しんでる人で自殺も何人もいるの。で、生活保護進めたケースもいっぱいあるのよ。お前は生活保護受けろと。それはもう、二十何歳の女の子で、で、旦那さんとその彼女がリスナーだったの。で、もう、体売ってたのよ、その子は。ちょっと、ね、生い立ちがあれで、ふわっちで稼いだら生ポジ、そりゃそうでしょ。ふわっちで稼いだらとかじゃなくて、稼いだら生ポは止まるんだよ。で、体を売り続けて、もうそれで生計で成り立たなくて、で、お前は生活保護を受けろと。でも体売るなと。リストカットもすごくて。
そういうケースもあるよ。いくらでもある。だからその人によってだよ、本当に。人によるとしか言えない。ミルクさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでて。きついでしょ。もうその子はそうやってしか生きていけなかったのよ。だからそれはもうダメだと。もう自分がボロボロになると。で、死にたい死にたいって毎日電話かかってきて、それはもう生活保護を受けさせた、強制的に。いや、もう体が売って稼ぐっていうのもさ、ダメよ。身がボロボロになる。それはプロだったらいいよ。その風俗とかで。違うんだよ。放送やってリスナーに金渡されて、リスナーに体を売ってたの。もうボロボロだったの、その子は。で、彼氏もそれ止めることができないっつって。彼氏も働いてなくて。で、もうダメだっつって。生活保護だけじゃなくていろんな制度があるから。普通にさっきのババアは舐めすぎ。普通にできないことを理想にして、現実見ないな、終わり。何かあって受けるならわかる。こんばんは、トメサブロー、久しぶり。あの人は頑張らないとダメだなとは思った。2番目の凸の人は。で、最初の凸の人生バンちゃんは、今生活保護を受けて体を休めろっていう意見をしたんだけど、誰もが誰も生活保護を受けろなんて思わないよ。それはそうでしょ。で、生活保護って楽できる制度じゃなくて、本当みすぼらしい思いするから。本当に苦しいから。アドさん、なんか手帳あんの？俺、手帳持ってるよ。精神障害者手帳。ライムさん。持ってる、持ってる。R さんね、それプラス俺は、現実的に見て、やっぱホームレスっていうのは、俺はホームレスのパターンだったのね。病気か体弱いか高齢者、基本だと思うけど、まあ、社会的弱者だよね。やるべきことをやってない。病院行って薬飲まないのもよくわからん。ベーシックインカムは俺反対派なんだよね、実は。で、理由は明確。インフレ起こるから。だから、結局、富の再分配にならないっていう考え方。それよりも生活保護をもっと浸透させるべきだと思ってる。困ってる人に行くっていう立派な制度だ。金持ちに金配ってどうすんだっていう。富の再分配をちゃんとすべき。じゃないと、インフレ起こって物価が上がるだけだから、所得が低い人が苦しむっていうのが俺の判断。インフレ対策としてやるなら、要はデフレ対策としてやるんならいいと思ってる。彼氏できたの？おめでとうね。インフレは起きないっていうか、インフレ気味になるよ。パーセンテージは変わる。社会、だってさ、ベーシックインカムってさ、医療、高額医療とかも全部負担になるから、あれって殺すっていう制度だよ。見捨てるって制度だから。生活保護で高額医療を受けてる人。俺は反対かな。ごめんね、カー君。また来てね。これ、共産主義者じゃないよ。共産主義派の人は、ベーシックインカム賛成派だから。俺、反対派。頑張りすぎてもダメ。最近それを経験した。それはそうだよ。だから人による。だ、頑張るなっていう人と頑張れっていう人は全然違う。医療保険がそのままの場合は額が変わるって感じかな。今7万円っていう議論で進んでるのは、医療保険はカット、年金もカット。7万円の場合はね。アンさんはどっち？久しぶり。まあ難しいよな、本当に。雇用保険。ねえ、最近全然来なかったね、あのさんね。そろそろ乾いたかな。
ボディ。クリボーいらっしゃい。ちょっとプラモデル見てみようか。さっき塗装したから。あ、いいよいいよ、この。黒光りしておるぞ。いいね。全然違うね。黒光りしてるね。どうよ。ベースの塗装終わったね。やっぱ、黒、同じ黒でも全然違うね。同じ黒でも。うん、こっちが、もう塗装してない色なんだけど、全然違う、うん。ピカピカに光っておりますよ。私の四駆。ピカピカ。いいね。明日赤く塗るからね。いいね。なんか黒、かっこいい黒だね。全然違う。光り方が、やっぱ塗装をかけると全然かっこいい。バットマンみたいだね。いい感じでーす。まあちょっと一晩寝かせて、ツートンカラーのレッドを入れる。イタリアンレッドを入れる。いや、結構ムラになっちゃった。ダマになったか。ムラじゃなくてダマができちゃって。ミニ四駆やってんの、今。うん。ピカピカ。ミニ四駆と思えないクオリティ。まだ走らせてない、一回も。電池入れてない。チューンナップは最後にやろうと思ってて、うん、今塗装見かけを作ってて、うん、下のシャーシの部分はこんな感じだね、うん、こんな感じアルミでもうバッチバチに決めてある。かっこいいでしょ。バッチバチですよ。バッチバチ、うん、いいでしょ、うん、コース持ってる。いいね。これはね、大人がね、子供に作り方を教えてあげないとハマらないと思うよ。鉄前いらっしゃい。楽しみだね。今日は配信者少ないね。ふわっち。誰がリスワン撮るかね。こうリスワンが難しくなってきてさ、うなちゃんマンも撮ってないでしょ。あと、パルパル撮ってないでしょ？ヒカルくん撮ってないでしょ？あと誰撮ってない？これ、激戦区だよね、本当に。大手が撮れなくなってきたもんね。鮫島さんも撮ってないし。ウェイト積んでないね、まだ。あ、そうそう、プラモデラーっていう仕事があるんだよね。ちょっと、タバコ、煙から換気するわ。プラモデルをきれいに作る仕事があるんだよ。うん。すごい勉強になる、うん、なんか物を作るってやっぱいいよね、うん、楽しませる、楽しめるよ、うん、なんか今既製品で遊ぶっていうことしか消費しかしてないから何かを作るっていう発想がないんだよね。直すとか何かを直したり何かを作るって素晴らしいことだと俺は思ってる。うん、そうそう。まあ、ごく一部の人だけどね。プロで食えてるのは。いや、完成品すごいのだと、もう30万とかで売れるらしいよ。ガンプラとか。うん、すごいよね。芸術だよね。ほんと。ミニ四駆は。エアブラシとかも欲しいもんな。ピシュ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 って。ミニ四駆はね、新橋にタミヤ公式ショップっていうのがあるんですよ。で、3000円以上買い物すると、パスポートがもらえるんですね。で、僕、1万4000円分買ったんで、で、のんちゃんの分合わせると1万、この前も追加でパーツ買ったから、2万円ぐらい買ったのね。だから、年間パスポート発行されたんで、新橋に行くと僕は走らせられます。女性は無料で走らせることができるみたいですよ。
シゲさんお疲れ、うん、で、のんちゃんはこれですね。ビークスパイダーじゃなくて、俺がビークスパイダーってやつで、俺がこっちね。で、のんちゃんのはシャイニングスコーピオンって言って、これとこれで走らせます。のんちゃん作れば今。寝てんのか。寝てばっかりやん。ちょっとライバルっぽくていいよね。なんかね、似てるし。うん。うん、タミヤ T シャツは大人のマナーでしょ。着るのは。もしよかったら皆さん、ふわっちもフォローよろしくお願いします。のんちゃんは彼女さんですか？僕の彼女はリスナーです。僕、恋人、リスナーさんなんで、はい、彼女はいません。すべてのリスナーが僕の彼女なんで、はい、彼女いません。かっこいいでしょ。僕の女性リスナー全員彼女なんで。で、男性リスナー全員彼氏なんで。はい、うん、横浜、へぇ、うん。そうだよ。全員彼女だから。あたすもっつってあ、そうです、あやも彼女です。僕の女性リスナーは彼氏だと思って僕に接してください。全員彼女です。うん、そうですよ、うん。みんなのパソコンの中に住む彼氏なんで、うん、ちょっと毛深いけどね。あと、皆さんね、僕のツイッターチェックしてますか？僕のツイッターのトップに書いてあるの読んで、いいねボタンを押してくださいね。ツイッターチェックまだしてない人は、よろしくお願いします。ツイッターのチェックをよろしくお願いします。いいねボタンを押してきてください。一番上のツイート。読んだら。年齢制限ないですね、うん、年齢制限を設けなかったのね、ババアばっかりですよ僕の彼女。メンヘラクソババアばっかりです。しょうもないことになってるんでね。そう、困ったもんですよ本当に。後から見といてツイッター。はい、カニパンワード2いらっしゃい。いいね押して、あの内容ちゃんと読んどいてね、うん、内容ちゃんとチェックしておいてください。ありがとう。じゃあそろそろ3時間経過しますので、私は小じきになろうと思います、みんなの彼氏はね今から小じきになるんでよろしくお願いします。ちょっとね今日花火が上がらなすぎてるんでぜひ助けてください。2分間音楽流すのでアイテムよろしくお願いします。
模型ファクトリー、はい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 、ありがとうございます、情報。風船1個でも構わないので、できれば花火いただきたいです、よろしくお願いします。和道の放送を支えてください。おはよう、のぎへん。いらっしゃい。今起きたの？夏休みか。ありがとう。みーすけ、風船ありがとう。あやちゃん、風船50個ありがとう。ありがとうございます。みーすけ、チーアナゴありがとう。ジェイさん、ハートプレゼントありがとう。いいね、ありがとうね。うん、アプリをダウンロードしてください。iTunes で17アプリダウンロードしてください。にゃこさん、風船10個ありがとう。ありがとう。あや、パッ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 パフェありがとうございます。あやさん、パフェありがとう。ペコポコランドありがとう。バーガー5個ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。アプリダウンロードした？オッケーオッケー。うん。なんかね、俺もまだ使い方分かってないから、運営さんと相談しながらやってるから。皆さんアイテムありがとうございます。ご覧の番組は、アイテムをくださった皆様の提供でお送りしております。うん、今日配信結構やってんな、うん、乃木編いるよ、うん、クリボー全然最近来ないか分かんないかもしれないけど、乃木編はクリボーいなくなったからもずっと見てたよ、懐かしいだろ、クリボーと乃木編なんか最古さんだよ、今コメント打ってる勢では一番古いのがこのねえ、だってお前クリボーお前中学1年生じゃなかった？え、クリボーと乃木編ってどっちが年上だったっけ？うん。クリボーが上だっけ？ちなみにこのクリボーっていうの、中学生の時、俺が生まれて初めてリスナーでリアドツしたのがクリボーの。もうだって今高校生だろ？下手したら大学生か。うん。今いくつになったんだ？うん。大学生になったの？もう中学3年生とかじゃなかったっけ？すごいよね、サイコさんのリスナーだよこんなの、クリボーとか。もっと古いのいるかな、多分いないだろうな。大学1年生か、じゃあ乃木編の方が年下だったのか、1年下か、じゃあ乃木編ももう高3か、うん、大学受験か。風船プレゼントありがとう、もふもふさん、すげえよな、年取るわけだよな、4年も配信やってるといろんなもんが見えてくるよな、うん、すごいわ、びっくりするわ。初見ですか？いや、知りません。初見がどうかは知りません。うん、初見ですかって言われても、自分で自分で判断してください。初見かどうかは。僕は、リスナーさんが初見かどうかは知りません。はい、あ、YouTube もチャンネル登録ありがとうね。ありがとうございます。おかげさまで。来月1000人行くかな？来月1000人行きそうだね。ありがとう。ハゲそうなのですが、どうしたらいいですか？どうしようもありません。
どうしようもないです。かっこいいハゲになるか、かっこ悪いハゲになるかの二択です。かっこいいハゲになってください。頑張ってください。昔からメガネじゃない俺 2.0、2.0 の超目が良かったの。だから、もう今 0.05 とかだよ。YouTube のいいねボタンってアカウントないとできないのかな？コメントとかアカウントないとできないね。多分。アカウント作ってください。Google アカウント持ってたら YouTube に紐付けできるんで。無料でできるんで、YouTube のアカウントは。ぜひ作って、チャンネル登録してください。よろしくです。YouTube チャンネル登録しとくと便利な機能いっぱいあるからいいよ。うん、おすすめですよ。ミュール提起ありがとう。なんか目が悪くなったのはショットだよな。ショックだよな。うん。うん、YouTube のチャンネル、ぜひ登録してください、皆さん。よろしくです。視力はね、しょうがないよね、ネットやってたらね。こればっかりはしょうがない。そう、見れないんだよ。まあでもね、ずっとでっかいモニターの前で光ずっとブルーライト受けてるわけだからしょうがないよね。こればっかりは。こればっかりはマジでしょうがないと思ってる。さん色もいやいやとんでもないよ。俺色彩感覚マジで強くて、女のカラーコーディネーターばりに全部見えてんの。男の人って色もよりなんだよ。女の人の方が色彩感覚強いのね。俺はカラーコーディネートとかサイトでやるとブワーって全部見えるよ。びっくりする。色の分け目とか全部見れるタイプ。すごい色彩感覚は強いね。色もんじゃないよ。色は人より見えてます。ズバ抜けて見えてるぐらい。だから配色とかね、結構こだわるっつうか独特な感性だよね。あ、4原色で見えてはいない。要は3原色で見えてるんだけど、それのギリギリトップクラス。4原色の人はね、ほぼ女性。あれはもう男性では ほとんどいないって言われてる。うん。これは三原色だね、見えてるのは。ただその色の区分けがすごい見分けられる人。なんか発達障害に多いらしいね。おお、すげえ。500個ありがとう。風船500個ありがとうね、ゴンタ。すげえ。500個かよ。やば。あざーす。とんでもないね。何食べよっかな。一回じゃあ配信あと1時間で終わるから飯食いに行くか。ご飯食べよう。
ラーメン、チャーハン、餃子。俺ね、ラーメン、そんな、なんつうんだ、餃子がね、そんな好きじゃないんだよね。餃子好きなやつよくわかんねえんだよな、ちょっと。餃子こよなく愛するやついっぱいいるじゃん。なんでなんだろうとか思って。全然理解できないよ。うん。全然理解できない。タツネは行く？これ一種の偽物って言ってるけど、多分ね、本物なんだよね。なんか、コメントの内容的に本物なんだけど。一種の、ね、行く？今から一緒に。っていうか、お前、あれだろ？亀井戸だろ？いや、来るんなら、おごるけど。来れないでしょ、距離的に。多分。サンドの飯より餃子好き。嫌いってわけじゃないんだけど、言うほどうまいかみたいな。まあ、本物、赤番食らってんだ。いや、コメント的に絶対本人だと思ってたけど。うん、こんなの、こいつしか打たねえっていう。来る？飯食いに。なんならまた対談しようよ。来れるの？今から。まあ、酔っ払ってんだろうな、今。お好み焼きとご飯はおかしいって言われるけど、ラーメンちゃんはちょっと普通に。俺、お好み焼きご飯反対派だったけど、お好み焼き屋さんで働いてからこんな世の中にうまいもんあるんだと思ったよね。あれは卑怯だよ。めちゃめちゃうまいよね、お好み焼きとご飯。食い放題？今から行けないか。うん。また行きてえな、立つのやな。うん、一緒に。あの頃に戻りてえな。楽しかったな、一緒の生活。超合うよね、お好み焼きとご飯。え、嘘、よかったじゃん。会社から戻ってこいって言われたの。あ、よかったよかった。うん、たこ焼きライスは絶対関東の人はないよ。さすがに俺お好み焼きご飯は許容範囲に入ったけど、たこ焼きはないよ。ありえない。たこ焼きまで手出したらもうダークフォースだよね。ダースベイダーになったようなもんだよね。あのね、お好み焼きご飯関東未だに、それでも笑われるもんね、今でも。たこ焼きライスはないよ。ない。ないないない。絶対ない。いや、ないないない。ないです。断言できます。ないです。そこまで落ちたくない。そこまで落ちたくないわ。チャーハンライス、ないよね。よほどだよね。別に俺関西の人アンチでも何でもないけど、さすがにね、たこ焼きでご飯食ってたら泣けるわ。泣ける。100歩譲ってお好み焼き。悲しくなるよ。あ、ありがとうございます。アットラムって打ってもダメよ。コテハン入らないかんね。お好み焼きご飯は意外といけるよ。ていうかめちゃめちゃうまいよ。うん、たこ焼きはないわ、うん。ないですね。がぜんないですね。うん、大阪ずっと住んでたこ焼きとご飯食べる知り合いになったことない。おー。たこ焼き。内派とアル派がいるね。あのさ、あの美食家の、これ本当に嘘だと思うけど、本当に試してもらいたいのね。あの美食家って言って有名な人がいるんだけど、生卵を手で温めるんだよ、1分。やったことある人いる？これ。めちゃめちゃ味変わるよ。卵かけご飯を美食家がやり方なんだけど、手のひらで1分間温めるの。びっくりするくらい味変わるよ。卵かけご飯ってこうやって食べるんだって。これ試してみて。卵かけご飯好きな人は。美味しい卵でやってほしい、ぜひ。1分間温めるだけ。本当に。
卵って常温に戻した方がうまいの。本当にうまいよ。卵かけご飯は冷蔵庫から取って冷たいのを買ってやったらダメ。1分間こう温めて、念を込めて。これ嘘だと思うぞ。常温に戻すんだけど、人肌にまで戻すの。美味しいよね。あと納豆は400回かき混ぜるもうまいんだよ。全然違う粘りっていうか、とろみっていうか。だから納豆は400回、もう10分ぐらいかき混ぜちゃうし、卵かけご飯1分やっちゃうね、俺。納豆400回はね、なんかね、380回目ぐらいから変わるんだよね。うん。生娘のあそこの中で温めた卵を使って。へぇー。いや、あのね、やっぱ料理はね、愛情だよ。一手間、二手間でこんなに変わるんだっていう。え、なにこいつ、とんでもねえの現れたな。144センチ、むっちりボディ。なにこのリリっていう女の子。超タイプなんだけど。え、リリって女の子やばくない？なにこいつ。144センチだって、顔かわいいんだけど。え、なにこいつ。フィリピンと日本人のハーフなんだ。超かわいいんだけど。やべえやつ現れたよ。リリって女の子で今70人集めてるけど、めちゃめちゃ、いや、ふわっちの配信者でリリっていう女の子が配信やってんだけど、めちゃめちゃ可愛いんだけど。144センチ、むっちりボディ、やばいな。新星が現れたな。新星が。なんかブレイク、こいつ大手になりそうな気がするんだけど。こいつすげえブレイクしそうな感じ。俺、こいつなんか売れそうな感じがするんだけど。めちゃめちゃ巨乳だね。この子売れるぞ、多分。ハーフがタイプっていうか、まあ、濃い顔立ち好きだね。ハーフがタイプってわけじゃなくて。目鼻立ちくっきりした子が好きだから。で、身長、低身長の子すごい好きだから。この子売れると思うわ。この子売れそうな気がする、俺。閲覧が倍になっちゃったよ。70人しかいなかったのに150人になっちゃったよ。俺も影響力出てきたな。俺が一言言っただけでさ、閲覧倍になっちゃったよ、この子。結構好きだね。しゃくれてるかな？結構好きな顔だね、俺。すげえな。一瞬で150人になっちゃったね。可愛くない？俺結構タイプなんだけど。結構好きな顔。本人挙動ってるじゃん。閲覧が急に増えたから。何があったんだっつって。それはビビるわな。70人しかいなかったのに、神の一声で、鶴の一声で150人バーンって上がるのもん、ね。それは挙動るわな。半分いったね。いけるわ。まあ、この子伸びそうな感じがするね。なんか、ニコ生とかでバッカンいきそうだけどね。童顔が好きだね、結構俺は。童顔の子がタイプ。俺、身長低い子大好きだから、なんかね、ちょっと奇形っぽいっていう言い方変だけど、なんか異様な童顔が好きなんだよね。だから、なんか好きな顔だね。正直。低身長の顔っていうか。低身長の顔だね。とんでもねえやつ現れたな。フォローボタン押してしまいそうで怖いよ、僕は。誰もフォローしないって決めたのに。動画、あれ？動画好きだね。なんだろう、今ドロップしたな。なんだろう。若い子いけるの？若い子と付き合ったことがない。
若い子とセックスしたこともない。ババアばっかり。ババアが好き。ああ、そうなんだ、あや。うん、俺、若い、ババア、なんだろうね。ババアといる居心地の良さ。ババア大好きなんだよな、本当に。なんだろう、ババア。ババア好きだな。ババア、ババア好きですね。こんなリスさんが嫉妬しちゃうよ。大丈夫。俺の恋人だから。女性リスナー全員俺の、俺オナペットだから、女性リスナーの。大丈夫。みんなのおかずだから俺。毎晩みんなが俺のオナニーしてるから。とつまち、何とつきた？昨日自殺をしてオーバードーズをして生活保護抜けたい働きたいっていう女の子と、あとワドを昔からファンなんだよ、ファンなんだよじゃなくて、昔うなちゃんまに突してた頃から見てたよ、すごい有名になっておじさん嬉しいよと、あと子持ちでバツイチで20代半ばなんだけど、生活保護受けたい、働くのがだるいっていう3つかな今日は。そんな感じだね。カノー姉妹俺グッと来ないかんな。最初のなんだ重たいぞ。最初のは重たかったね。結構重たかった。だから生活保護関連がすごい多かったな今日は。生活保護は和道に聞けみたいな。生活保護と精神障害の話が多いんだ。相変わらず。AKB48 ね。それ言い出したの誰だったっけな、AKB48。中村うさぎかな ?AKB48。確か中村うさぎだったような気がするんだよな。最近職場の人に寮に似てる。へえ、美人じゃん、寮。かっこいいよね、キリッとしたね。千代子、写メ送ってきた俺に。写メ今すぐ LINE で送って。なんか持ってるやつでいいから。寮は美人でしょ。千代子、俺の LINE 登録してる？いろんな人フォローしてたら100人超えた。あ、もうぐっちゃぐちゃだね。整理する段階だね。正直ね、俺配信のフォローは100人はやりすぎだよ。10人ぐらいフォローするのが一番いいと思うよ。7人がベスト。あれ仕事辞めるんじゃなかったの？後日、オッケーオッケー。後日、モリモリの写メ送ってきて。本当に似てるかどうか。似てなかったらボロクソにディスるけどね。してる？ライン似てなかったらもう鬼のように鬼のようにディスるけどね、配信でネタにさせていただくけど、まあ寮に似てるって、寮相当綺麗だからな、結構好きな顔だわ。寮は美人でしょ、スレンダー系なのかな。なら送らない。いや、冗談冗談送って。平井健って言われた台湾人に。あ、やったんだ。あ、じゃあ、俺もセブンティーンやろうかな。うん。セブンティーン行くわ、みんな。じゃあ、みんなお疲れ。ちょっとテストでやってみるわ。じゃあ、最後に、音楽流して終わりにしたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。今日の放送これで終わりにします。りょうはかっこいいよね。
じゃあ皆さん最後の挨拶しましょう。お疲れ様でした。はい、スナップさんお疲れ様。皆さんね、 YouTube、LINE、Facebook、Twitter 全部フォローしておいてください。もちろんね、ふわっちもフォローしていただけると嬉しいです。特にね、 Twitter、YouTube、Facebook は力入れてるんで、皆さんよろしくお願いします。個別で連絡取りたい人は LINE を登録しておいてください。はい、お疲れ。クソカスカオスバーガーありがとう。この後はセブンティーンで配信する予定です。ぜひ皆さん見に来てください。千代子お疲れ。サトシさんね、俺のツイッターのトップ見ておいてください。ツイッター確認したらわかります。人生バンさんありがとうね。今日とつね。千代子お疲れ。あやお疲れ。ポコポコラムノさんお疲れ。にゃこお疲れ。あや風船5個ありがとう。あやありがとう。ありがとうございます。ロビさんありがとうね。パフェありがとう。コロンさんお疲れ。コロンもトツありがとうね。また困った時があったらかけてきてください。みんなありがとう。あ、東北ゴリラお疲れ様。ありがとうね。ありがとう。じゃあ皆さんまた明日。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。